ダイアン。よろしくお願いします。ありがとうございます。いやいや、最近ね、あの、うん、一人カラオケいうの流行ってるじゃないですか、はあはあ、僕も行きたいんですけどね、ちょっとなんか恥ずかしいっていうかさ、ちょっと受付からさ、ちょっと緊張するじゃないですか。すごい噛んでるやん。ちょっと受付がさ、びっくりしてんねん。ちょっとまだちょっと受付がちょっと緊張するな思ってさ。今ちゃうの、今緊張してる。受付ちょっと緊張するな。一人ですっていうのが。そうほな俺ちょっと受付やるから、お前ちょっと練習できたら。お頼むわ、見ていいの、ほんまに。いらっしゃいませ。あ、こんにちは。いらっしゃいませ。予約されてるお客様ですね。あ、ちょっと予約はしてないんですけど。予約されてるでしょ。してないです。え、ミャンマーの学校の先生ですよね。違う違う違う。お疲れ様です。課外授業です。ミャンマーの学校の先生ですけどって予約入ってるんですか。はい。いや、予約してないです。ちゃいます。あ、すいません、はい、ミャンマーの顔しはった。ミャンマーの顔で入ってきはったから。すいません。ちゃいます。じゃあ普通のお客さん、予約してないです。すいません、はい、今日は何名様でしょうか。あ、一人です。一人、はい、いじめですか。ちゃうわ。どんないじめやねんお前。ミャンマーのいじめ。一人でから聞いてこいとか。そんないじめないっすよ。いじめって言うてくださいね。私は警察に行きます。何個せんでんの。一人カラオケ流行ってるでしょ。 いじめの方が流行ってますもんね。どんな言い方してんの。いや、もうロングセラーな。何やその言い方。お一人様で、ね、一人ですよ。今日お時間の方は、はい、一泊でよろしいですか。せえへんわ。なんだろう、カラオケで一泊せなあかんねん。そんなもんお前、一泊二曲付きでよろしいですか、ね、二食付きみたいな。二食付きみたいに夜一曲朝一曲で。ちゃんとご飯のタイミング。はい、ちゃいますって。一時間ですよ。あ、一時間で、はい、分かりました、はい、お客様ね、はい、ちょ、当店ね、はい、歌う前にちょっと無料で、はい、あのガムをお配りしてるんですけども。ガム、はい、なんで、まあ、歌う前にガム噛んでもらったら、はい、口の中がすごいなんかいい感じになって、はい、すごい円滑になって、はい、なんかまとまるんです。どういうこと。全然意味わからなかった。まあ、歌いやすくなるから。あ、そうなんですか。まあ、無料なんで、もしいるやったら言ってください、ね、じゃあ、あの、ください。あります、はい、やっぱ無料やから。あ、まあ、こちら、はい、どうぞ。はい、弾力すごいっしょ。なんすかこれ。ちょっと生臭いっすか。ちょっと何なんすかこれ。私手作りのガムなんですけど。気持ち悪い。手作り、まあ、焼く前の実なんですけど。気持ち悪い。焼く前の実をちょっと広げて、ちょっと塩振って。変な靴してる。焼肉のタレちょっとだけ。ガムでも何でもないよ。はい、気持ち悪い。生の実なんか絶対食べさせちゃダメですよ。だ、絶対飲まんといてください、ね、飲まへんよ。はい、絶対飲んでダメなんでね。どうですか、はい、あとお客様ね、はい、ちょっとあの歌う時の音量なんですけども、はい、ちょっとできるだけ絞り目でお願いしますね。なんでなんですか。いや、当店ね、はい、隣の部屋との仕切りがあの襖になっておりまして。なんでなんで。襖なん。そうなんですよ。え、なんで。ま、あの、もともと民家でして、はい、あの、改装なしでやってるんです。なしで。はい、改装なしでカラオケ作ってるんですか。やってみようかっていうことになって。そう、すごい音が全部聞こえますね。マジで。入ってくる時普通の家じゃなかったですか。びっくりしたよ。よう来れたなと思って。すごいな。なんで音ちょっと絞り目で、うん、もうなんか消してもうて、マイクの音も消してもうて、もう歌わずに座っといてもらうのがいいです。部屋でゆっくりしてるだけやん、それ。いや、歌いますよ俺ちゃんと。あ、で、採点機能とかある。採点機能、採点機能が今ちょっとあの壊れておりましてね。マジで、はい、あ、でも大丈夫です。あの、バイトの野村くんがあの部屋に待機してますんで、うん、随時野村くんが採点してくれます。人がすんの。はい、マジで。え、野村くんなんか専門家かなんか。いや、素人なんで何点とか分かんないんで、うん、歌い終わったらこう寄ってきまして、うん、あ、よかったですやん。マジで。いや、そんなもんだな。声出てますやん。後輩やん、それただの。ええわ、野村くんは。で、この時にちゃんと貴重品だけ持っといてくださいね。なんでなんで。野村くんちょっと盗み癖があります。首にせえやん。首にせなあかんよ、そんなやつは。すぐ通りますんで、ね、何してんねや君。あと当店今ちょっとね、うん、キャンペーン中でして。キャンペーン、あ、なりきりキャンペーンってなってるんです。なりきりキャンペーン、どうなんですか、はい、それ。まあ、本人になりきって歌っていただくアイテムをお貸しするってやつなんですけど。いいじゃないですか。例えば矢沢セットでしたら、この白いジャケット、はいはい、そして白いマイクスタンド、これで矢沢さんのように歌える。めっちゃええやんそれ。まあ、AKB セットでしたらこちらの制服とか。あ、女の子喜びそう、はい、なんか欲しいセットあって言ってくださいね。じゃあ、あの、尾崎セットあります。あります。もう一番人気。あ、そうなんですか。世代ちゃうからと思ってます。はい、ちょっとです、はい、こちら尾崎セットの角刈りのズラとゴルフクラブになります。ジャンボやん。ジャンボ尾崎やん。で、襟足だけ別なんですけど。なんで別になってんの。一緒の方がなんかより襟足が分かりますんで別にしました。こうくくってもらって襟足。なんで俺ジャンボ尾崎の格好してくるの。
わかるやん。あっちの方ですか。わかるやろ。カリスマの方。そうや。反逆のカリスマの異端児の方です、ね。そうやで、頼む。すみません。こちらの極太のもみあげになりますね。清彦やん。おじき清彦やん。あの時代にこんな太いのはもうね、カリスマで。どこが反逆の。もみあげのカリスマといえばもうあのね、すごいですね。尾崎豊やん。どちらさんですか。知らんの。知らんの。すげえなお前。ありがとうございます。褒めたよお前。部屋案内してよお前。あ、一応お客様が当店に入ってきた時点で時間の方換算してますんで。なんでやねんお前、はい、部屋入ってからやろそんなもん。お部屋の方が201になりまして。頼みますよ、はい、こちらが和室の床の間になりますんで。そんな、はい、まだあの仏壇とか置いたままになってます。浮いてんじゃん仏壇。歴代のおばあちゃんの写真とか。マジで何も触ってない。布団も引いてますし、ね。おはい、途中でもしかしたら、ね、おばあちゃんが仏壇の水だけ買いに入ってくると思う。まだおばあちゃん住んでんの。引き継ぎの期間なんでまだ住んでありますんで。絶対行かれたら小さいご飯あのすごい。あれだけお願いしますね。頼むよ、はい、ほんで終了の時間終了の5分前になりましたら、うん、部屋にあの野良に話しますんで。なんでやろお前。大パニックやなんかそんなもんお前。そうですね。そうですね。じゃあ電話せやそんなもんお前。うちあの電話まあまあこの間ねちょっとあの腹立つことありましてね、はいはい、あの夜ね、うん、自転車乗って家帰ってたんですよ、はいはいはい、僕初めてね、うん、その職務質問っていうのされてね、それちょっと腹立つな。腹立つんです、まあ、腹立つんですけどね、うん、ああいう時まあ何もしてないんですけど、うん、いざあんなんされたら、ねうん、ちょっと焦ってくるというか、ねうん、マジで怖いよ。ほんなら夢やってみよう、うん、でも警官やってくれよ、うん、な俺自転車乗ってきたんやろ、はいはい、職務質問しな。ちょ、はい、小学生いっちゃいますよ。全然ちゃうでしょ。何なんですか。いやあの人って警官やねんけど。なんで帽子見せるんですか。普通手帳でしょ。なくしたから。なくした。大丈夫なんですか。大丈夫、絶対に大丈夫。すごい。何なんですかほんで。いやちょっとこんな時間に何してんのかなと思ってね。ちょっとあの DVD 返しに行ったんですよ。ああやっと返した。やっとって何なんですか。ちゃんと期限内に返しますよ。2泊5日で。どんだけ遠いとこから見てんすか。2泊3日ですよ。巨乳の映画ですよ。巨乳それ AV じゃないですか。普通の映画ですよ。純真作で。何でもいいでしょう。純真作で関係ないでしょう。いえいえ、純真作です。え名前ね。な名前純真作っていう名前な何なんですかほんで。いや最近ね、はい、この辺でちょっとあの痴漢が多発しててね。ほんまですか、うん、気ぃつけますわ。あちょまああの見た目から判断すんねんけど犯人やね。なんでやねんお前。なんで見た目で判断しとんねんおい。それが僕のやり方やねん。直せや。だからね誤認逮捕がすごいのよ。直せやな。ちょっと自転車だけ調べさせてもらうね。なんでなんすか。早く帰らせてくださいよ。こっちも早く帰りたいねん。明日藤井警官とバーベキューあんねんから。知らんがな。怪しいね君。何が怪しいの。なんか身分証明できるもある。え何でもよ。なんかへその丘なんか。いや持ってへんよ。それ見せても判断できんのかお前。何でもよ。免許証でも何でもよ。免許証ほんまに。君いくつ。38や。38。君原付の免許しか持ってへんやん。38で、原付の免許だけ、どういう意味。意味説明できへん。え、なんすか。しかも去年取ってるやん。37で原付の免許だけ取りに行ったん。これどういう意味。だから意味は説明できないですから。37で仕事休んで、はい、で朝から教習所行って、はい、で筆記のテスト受けて、ほんであの教習所内にある小さい所行って、でご飯食べて、で昼から原付の実技に挑んで、原付の免許だけを取りに行ったん。これどういう意味。だから意味は説明ですから。今怪しいわ。その自転車にかかってるその袋なんや。さっきコンビニ行ってたんですよ。コンビニ、はい、ローソンか。どこでもいいでしょ。パとか関係ないでしょ。セブンイレブンか。どうでもええやろが。はいはいはい、えなるほどね、えそういうことか。え恥ずかしがらんでええかな。ええのお前ポプラやな。いや違う、ポプラ言うの恥ずかしかったわけちゃうから。ほんなら中身を見せろ。ほんならなんでも早く帰らせてくれよほんまによ。こっちも早く帰りたいねん。あっちは藤井警官とバーベキューやってるやん。じゃあほんまによ。緊張して寝られへんねや。気持ち悪い。ほんまに何やねん。何が気持ち悪いか。ほんまのな。ほんなこれや、水や電池ライターろうそく以上や。台風来てんの。違ういきなりなんですけどね、あの僕あのちょっとあの美容室がねちょっとあの苦手なんですよ、うん、だから緊張するかね、ちょっとドキドキするんですよね。ほんまにちょっと恥ずかしい感じがしてね。まあまあなんかちょっとおしゃれなとこやもんね。そう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 、うんうん、お前とこどうなん美容室。
俺いつもおしゃれなとこ行ってるし、うん、今カリスマ美容師っていう人に今切ってもらってるけどね。マジで、うん、どこで切ってもらってんの。俺いつも行ってんのはね、あの、うん、高槻にあるね、うん、あのヘアサロン三好ってとこやね。ダサな三好、うん、ダサやろそれお前絶対。いやダサないよ。ダサやろそれ全然。ダサないよ、ちゃんと商店街中にあんねやから。ダサないね。ちゃんとパンクも直してくれやんねやから。何それ、え、パンク修理やってんの美容室が。なんか両方やってやんねんけど。めちゃくちゃカッコつけてるよ。初めて聞いたよ。もともとパンク修理専門店やって、うん、で居抜きで美容室やってやる。居抜けるそれ。なんか居抜いてはった。居抜けんなら、うん、なんか居抜きましたっていうハガキが届いた。すごいよ、うん、なんなんそのハガキ。ほな今日はカリスマ美容師はこんなんやっていうのちょっと教えたろうか俺に、うん、ほんでお客さんとして来たらいい、はいはいはい、な次からちょっとでも行きやすくなる。あ、なるほどな、やってくるには頼むな、うん、お前。ウィン、いらっしゃいませ。びっくりした。え、刺されろ思った。え、日本持ってた。やっと、なんか言えやお前。くそ、どれさっすか。くそ、くそ、何がですか。くそ、臭くないですよ全然。いや、臭っ。いや、臭くないですよ。あ、口ですか。我慢せよそれ。すみません、ちょっと初めてやったんで。口に匂い嗅ぐのが。口の匂い嗅いだのが。すごい人生やなお前。臭いですね。え、お客様でしょうか。そうや。こちらへどうぞ。どうせやお客様、今日はどういった感じで。あ、ちょっとあの、僕あのヘアスタイルのことあんまよくわかんないんですよ。あ、でしょうね。ちょっと待ってお前、まあ、でしょうねって言ったらやめようなあ。おい、お前、まあ、でしょうねって言ったらやめよう。かしこまりました。何をやねん。どんな感じですか。教えてくださいよ。そうです、まあ、はい、爽やかな感じでいくんであれば、三宅裕司さんみたいな感じ。全然想像つかない。どんなヘアスタイル。今のちょっと最近見てる。そうですか。あとベリーショートとかですかね。ベリーショート、はい、どんなんですかそれ。まあ、短くおしゃれにまとめるみたいな、はいはい、ぬくみずさんとか、はい、元冬木さんみたいな。ハゲてません。はい、それハゲてません。はい、あれベリーショートという髪型じゃないですよ。あれはあのハゲてんす。ハゲてんす。ハゲてんす。ラビリンス。いや、ラビリンス、あれはヘアスタイルじゃない。元さん。いや、元さん、はい、あれはハゲてんす。ハゲてんす。ハゲてんす。ラビリンス。ラビリンスってそういう話。グチさん。グチさん。あれは元さんでよろしい。やめてよ。絶対やめてよ。何なんですか、ダメなんですか、わざわざ。どうするんですか、ここ。だって元さんの場合ちょっとオペが必要になりましてね。どういうことですか。おでこを広くしないといけないので全体的に後ろにやります。そう、ずっと引っ張って後ろにやります。引っ張るんですか、はい、でおでこを広くします、はい、足りない部分はお尻の皮膚を切り取ってここに貼り付けます。嘘やん、ね、ちょっとこうなりますよ。ここをはい、こういう部分じゃなくて。いやいや、ここをはい、機械がその真ん中用なんで。マシーンが真ん中用で、ちょっとこうなります。肉ごと、はい、肉ごとですか、はい、で真ん中に黒い筋が入りますから。深みを、普通に短せ。何とにさくろ、あれすいませんでした。おい、髪の毛つけろお前、なんかかけらつないんだよ、はい、なんちゅう返事やねんそれ。すいません、すいません、はい、袖を通してもらって、はい、袖をと、はい、珍しいジャケットタイプでして、珍しい、はい、はい、でボタンを止めてもらって、でこの小さいギター持ってもらって。元さんにしようとしてる。ジャケット着さして小さいギター。元吹雪やないか。騙されへんぞ、それ元吹雪やないか。オペが必要になりましてね、おでこを広くしないといけないので、お尻の皮膚をここに貼ります。でちょっとこうなる。で真ん中黒い筋どうしますか。筋だけ入れますか。普通に短くしてください。すいませんでした。すいません。はい、佐藤君ちょっと、うん、そこのお客さんやねんけど、もっと全体的に切っていっていいから。かっこいい、うん、で頭だけ見ずに体のバランス見て切って。カリスマやん。じゃないと全体のバランスがおかしくなるから。めちゃくちゃかっこいいやん、うん、もっと切って、うん、もっともっと切っていいよ。もっと切らんとそれ、うんうんうん、元さんみたいになれへん。ほんまにいた。
やる人いんの、お尻貼ってよ。貼ってもた。いや忙しそうですね。関係ないでしょ。あ、すみません。翔子ちゃん、翔子ちゃん、ちょっとそこのお客さんのカラーやねん。カラー茶色入れて赤おめにして。赤おめ、うん、赤おめで赤すごくおめね、そうそうそう、うんうん、あのお赤飯みたいにしてって言われてるから。お赤飯、お赤飯みたいな色にしてって言われてるんですか。で黒と白いよか、ごま塩言えんでしょそれ。赤茶入れて、赤茶小豆入ってる、入ってる。お赤飯みたいにしてって言われてるから。お赤飯の色じゃなくてお赤飯を作ってって言われてるんですか。皮はベージュにしてね。入れ物木目入れて、木目入れた、のし紙して、のし紙した、紐でくくってる感じ、紐でくくってる感じ、黒で祝、祝、祝元冬樹さん、どういうこと。夜も引っ張れ、お疲れ様でした。だいぶ昔に追ってる番組、マックスより出てた。マックス出てた。お尻貼ってよ。お尻も貼った。いやすごい注文ですね。あんたに何が分かるんですか。ハゲてんす。お客様最後なんですけども、はい、整髪料のほどさせていただきましょう。あ、つけてください。ワックスかムースで。ワックスでいいから。ハードでよろしいですか。なんでメカ早せよお前よ。こっちも急いでます。お前美容師です。何こいつ。いらっしゃいませ。何お前は。いらっしゃいませね。もう秋ですか。最初の方に言え、そういう会な、何してんの。はい、OK です。いかがでよ。もうムースしか残ってないですよ。何の目が早すぎてるお前。こっちも急いでます。美容師です。いらっしゃいませ。いらっしゃいませね。初めてのお客さんだ。最初でも言うな。はい、OK です。いかがでよ。どんだけ硬いねこれ。自然薯入ってますんでね。そんなの粘り気がすごいんですよ。あそこら食べれるやつなんで、またお腹空いたら食べてください。食べるか。もうええわ。どうもありがとうございます。さあというわけでね、ね、始まっておりますよ、ね、この間ちょっと珍しいことがあってね。おほんまちょっと前に、うん、まあ、境筋のあるところからタクシー拾おうとして、うん、ちょっと、まあ、道にちょっと出な、タクシー拾われるやんからさ、うん、ちょっとタクシー拾おうと道にこう出タクシー回ってたんですよ、うん、ほんなら、パパーって俺がタクシー止めようとしてる俺のちょっと3メートルぐらい前に、うん、白髪の180ぐらいのおじいちゃんがパーって来て、うん、あるやん要素な、俺がさっき待ってんのに、うん、その俺の前に来てタクシー止めようとするみたいな。いやもう明らかに、あ、この人タクシー止めようとしてるのかなみたいな。でも明らかに俺の方が先、まあまあ、そこを陣取ってて、うん、ほんでタクシー来て、そのおじいさんは手上げてタクシー止めて、うん、そのタクシー乗ってな、うん、そのままブーンって行きよったよ、うん、ちょっと腹立つやん。まあな、何やあいつと思っとって、まあ、で次またタクシー来たから止めてな、うん、で乗ったよ、うん、その2日後にまた全く同じところからタクシー乗ろうとして、うん、でタクシーまた道ちょっと出てた、うん、ほな空車のタクシーパーって来た、うん、であれ止めようと思って俺手上げようとしたら、うん、反対車線からすごい勢いで走ってくれそうって、うん、道渡ってふわっと見たら、この間 その白髪のおじいやってそいつがまた俺が止めようとした空車のタクシーを止めて、ほんでそいつ乗り込んでバーッと行きよって、全く同じやつやって。怖いな。そんなことその2回もあると思って、ほんでその2回目はなんか気づいたみたいやね、俺がさっきやってる、ほんでなんか乗り込む前に俺の方見てなんか、あ、いたんやみたいな、彼演技して、うん、なんか、なんか手すまんなすまんなみたいな手上げとったんやけど、こんなこと2回も全く同じやつやって、その特徴的にすごい背高い白髪のおじいやったから、ほんま185ぐらいある。同じぐらいの時間やったんちゃう、もしかしたら。多分だからその辺でそのおっちゃんは仕事してるとかやろな、うん、すっげえ腹立ってまあな、腹立つやな、変な話やなそれは。あれでもよく結構ないたまにある、あるやろ、あるある。もうこれはもう逆の立場になる時もない、うん、自分がタクシー止めようとしたらちょっと離れたとこに先に、そういう時ってさスルーせえへん、空車来たら。まあ、明らかにその人の方が先やった、俺の方が後やったと、うん、じゃあ俺バンバン通ってる場所あるやん、うん、タクシー、うんうん、やったらもう止める。うん、どうすんやろな。俺それやられてすっげえ嫌やから、うん、一応空車来ても乗り場に行くな基本
空車で一回スルーすんねその人、その逆やったらすっげえやっぱ腹立つね。ああ、だから腹って夜中で全然走ってる時に、あるやろ。なんか前に行ってなんかちょっと酔っ払ったりとかバーってやったら、それめちゃくちゃ腹立つけどな。そうやろ。それは腹立つ。せやろ、状況全然ちゃうやん。俺は一番腹立つ状況の話してみんな。せやろ。お前な、同じ。あれ腹立つ。その変な不思議な話しちゃうの。いや、あれにしても俺やっぱり腹立つけど。あかんと思うね。その言うても先に明らかに。俺が先にこれ難しいぞ、で全く気づけへん人おるやん、いるいる、そのこっちが先止めようとしてるの、悪意なくな、悪意なく、もうそれはもう仕方ないと思う、それ仕方ない、腹立つけどな、でも明らかに気づいてるやつおるやん、こっち、俺が止めようとしてるの、それでも関係なしにそいつ止めて乗り込むやつおるやん、そうやな、ああいうのこれすげえ嫌やん、なんかそのルールがなくなるやん、それ確かにな、そうやろ、それは思う、ルールがなんか街のルールがなくなるからさ、街のルールな、確かに大事やからね、あれほんまにすごい嫌や、あれだからすごいさ、俺聞きたいけど、あれ理由あるんかわからんけど、すっごいさ、乗車拒否する人いるいるいる、あれなんなんやろな、なんか あれの時期多いよね、年末とか、どういうことやの、帰りたいねんなんか乗せるかお前なんか、なんかなんかね、俺お前絶対近いろの雰囲気出てんのか、出てる俺俺めっちゃ遠距離やで、それ分からへん、でも、あの時期ってタクシーの運転手さんは遠距離も嫌やねんて、なんでやったら稼げる、年末とかって、そう忘年会とかあったらさ、お客さんいつもより多いやんか、で例えば遠いとこまで送ったら、あ時間ロスなんだ、そう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 、だからなんかまあ、まあまあのところで数を乗せる方が運転手さん的には、それはすごい分かんないけど、ええんやって、としても、それって俺拾った方がええやん、やろ、それでビーンっていく、でもそれが分からへんやん、お前が何歩ぐらい、この子何歩ぐらい乗せたら何歩ぐらいのとこまで行くんやろうが、で分からへんのちゃう、分からへんやったら、乗せたらええやんか、いざ、その辺のだから、いざ、聞いてくれてるかな、年末の栄筋とか、お前、えげつないやん、いざ、話するか、いや、ほんまほんま、だから俺だって、ほんまめちゃくちゃ、いざ、納得してへんぞ、乗車拒否されたりするときあったもん、年末とか、ほんま、年末の栄筋、ほんま、えげつない。年末じゃなくても、普段の日でもビーンってすごい見えてへんとかちゃう、いや違 う、 もう見えてる、見えてる、あーって手振ってて、こっちの車線あるで、でもこっちの車線走ってるなんか、もうウインカーも出さんとさ、真ん中の車線行ってブイーンってくる、あーって言う、だからもしかしたらもう帰りでめっちゃ言うもん俺、見えへんようになるまで、わーいいやそれがお前がなんかすごい無人島で船が通り過ぎたら分かるで、そんだけ叫ぶの、また来るやん車、いやそれめったに通らへんところでさ、乗車拒否どこでなんだなんつって俺どこで乗ろうとしてんのお前いやでよ走ってへん時あんのよ、あるで、なんでなーん言ってそれ信号止まったら追いかけようとする時あるもん、それやめとも、こうやったら逃げるかも、だからあれちゃ、もしかしたら運転手さんがちょっともう今日ちょっと帰りたいとか、それやったらそうで忘れてはったりなんか忘れてはったりするんじゃ、その空車のままなってるとかあるで、ほんまにあるやん、なんか例えば予約車でなってるからさ、止めんとこうと思ったらさ、なんか自ら止まらはるみたいな、でパーンって開いて、あ予約車ちゃうんすかって言ったら、そうちゃうよみたいな言われる時あった、この間もちゃうよって、えでも予約車なってましたよ、あお前なんでやろみたいな、一発目のちゃうよなんやねん腹立つな、完全に予約者になって、ね、予約者ちゃうんすか、言っちゃうよ何やその言い方と思ってでなってたからさ、予約者そういうなんか間違いとかもあるんちゃう、ミス、もう自分は回想にしてるつもりやけど、なんだなもうほんまーってどこで拾おうとしてんの二度と通らへんとこなんそれがすごいヤンキーに、ヤンキーが追いかけられてるとか、俺が焦ってるの分かってんのかなこいつどうしたら絶対なんか無視したろ、変なことに巻き込まれるか巻き込まれるか、こいつもっとどつかれたらいいね俺が助け求めてああ悲しすぎだよヤンキーにボコボコされてほんまな、もう一回回ってきるんちゃう見に来てどうなってる、回想で回想で見に来て予約とかにして、いやほんまにちょっとな、でも腹立つ、ちゅうか俺不思議やん、理由を教えてほしいで、なんでそのブイーンって逃げるねん、大変逃げへん、あだからでそのスピードで、ね、気づいてんのに真正面見てやろ、そうそう、ほんですげえブイーンってたさ、でほんまに先回スピード上げた、まあ、うわーっ
だからあれちゃうほんまに、ちょっともう今日はもう帰るとこですねんっていう運転手さんとこもいてはるやろし。確かに俺もたまにちょっとその家まで帰るときちょっと遠距離になるとき、うん、すごいえってなる人いるもん。ああ遠いなみたいな。ああ遠いな。え無理っすか。あ、まあ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 。うんやろ。時。うわーどうなってんね感情心の中でやった言わへんけど、うん、え無理っすかって、あま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 あって言うて、うん、もう一回聞くけど、え無理なんすかってまあまあまあええよってなるでも最終的にそうすっごいな、まあ、心の中でやな言わんで感情どないなってんねでも空車で逃げる人も言う、うわーってなんでなさへんのーって理由を言え。いやだからまあその帰りたいとかじゃとかなんか嫌やとかあいつのせいで夜中やでそんな顔してんねん。で確かベロベロでさ、まあな、これは乗せたくないっていう気持ちは分かると思う。いやいや、寝られても嫌やし、ゲー吐かれても嫌やから、うん、俺すっごい普通に、うん、分からん。まあまあね、ちょっとな教えてほしいね。それ聞いたら俺納得できると思う、ね、ああ、それでも分からへんな聞かな。でもほんまに単純になんかほんまに理由あるかもしれないですよ、うん、単純にでもほんまに帰りたいと、ほんでもう、うん、あ空車なっての忘れてはると、あそうなのかもしれない、ほんま、まあな、うん、それやったらまあ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 なまあまあ納得できんけどなまあでもあるんちゃう全然そう、それはそっちのミスやると思うしな、まあ、まあ、それは変えてないのな、まあ、なまあまあでも難しいよね、うん、ほんまに、まあ難しいね、だからあのね、あの順番だけはちょっと俺はちゃんとどう乗り場で乗ったらええねん。いや乗り場なんてそのないとこの方が多いやん。まあな、うん、もう俺はあれ新大阪とかもたまにすっごい時あるもん。この間の年末とかももうすごかったもん、タクシー乗り場とか。何がもう人であふれ返ってタクシーもでも新見乗るまでもパンパンに、うん、もう動かれへんみたいな。あ警察来てなんかアナウンスしてたりとか、あこれ辺に止めてるのが邪魔になってこのせいで渋滞が起こっていますみたいな警察がなんか言ってはったから、うん、もうほんまに動かへんかったパンパンやって。まあな早帰りたいからタクシー乗ろうとしてるわけやん。まあな、うん、でも余計時間かかる、余計時間かかる、腹立つなあれ、腹立つわと思って。まあまあしゃあないけどね、年末、うん、なんで年末あんなにみんな動くんかな、もうほんでな、みんな大荷物持ってね、あのなんていうのキャリーケースみたいな乗る時間かかる、そうめちゃくちゃ乗る時間かかる、ね、それほんましゃあないよねあれな。でもっとさ、うん、前もって予習しとけよ思うの。俺も思うそれ、そのいっぱい乗ってる人目の前で見てるわけやんか。そうやったらこういう動きしたら、そうそうそう、例えば2台来たら1人は後ろに行って、うん、そうそう待ってんのな、そう、うん、なんで今までお前見てたよね。そうなんでお前喋ってたよお前なってな、うん、なんで今お前後ろの方に行かへんねって、うん、なんで待つねんと言いたなんねん、ほんまに言ってよろしいやんとか、そうそうそう、腹立つやろ、腹立つ、ほんま腹立つ、なんかもう後トランク入れたらええやんいいのに、なんか無理やりもうさ座席の方にこんなでっかい荷物、うん、なんでトランク入れへんもんって思う。逆もない、そのもうええやんその荷物やったらトランクじゃなくて、あるあるでトランク開け読むとやっぱ運転手出てきはるやん。あ出てこない、ほなその間出てこんでええねん、時間かかんねん、あ、まあ、優しさやけどな、そう、うん、若い人に対してやったらもう出んでもええと思うな、あれな、もうそこはもう座席、後ろの座席に乗せたらええ、漫画タイムとか乗ってるしな、後ろの座席な出てんのって、なんでそこに置いとくねんとちょっとね、ここ開ける頻度多いやろとちょっとなんやろな、まあ人多い時期はやっぱり特にそうやな、まあまあ、年末なんてほんますごかったから、それはもうな年末やからこそのね、逆も腹立ってへん、その新大阪行く時にさ、うん、もうあのもうすごい列ができてさ、もう手前ぐらいでなかなか行かれへん、あるある、でこと歩く距離でもないね、こっからここを歩いていっておかしい、でも時間迫ってるみたいな、でバーッと前の方見たらすっごい行くよ、そう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 、うわーってその時はなほんまにそうやろうけど、ね、うん、あれはちょっとねみんなで考えていたらもうちょっと解消されることってあると思う、はい、の割には小さい内容だったいやでもちょっとしたそういうさ、めっちゃ細かい、すごいだでかい話した後落ちみたいな感じみんなで考えていったらもっと解決策が見つかると思う話ちょぼかったでタクシー乗られへんかったおじいちゃんに取られちゃうちょっとね、そのみんなで考えていきましょうという話でございました。全然ちゃうよそれではちょっと本日1曲目を聴いていただきたいと思います、長渕剛でサンキューウーマン。どうもダイアンです、よろしくお願いします。ありがとうございます。
大阪やっぱりちょっと怖いですね。まあね、なんかマナーの悪い人がやっぱ多いですね。あ、確かにね、本当にね、いまだにね、あの路上喫煙禁止のところで、はいはいはい、平気でタバコ吸ってたりとか、ね、あ、いますね、そういう人ね、すごく嫌でね、うん、ああいう人見かけるとあの僕はあの絶対注意するようにしてましてね。マジでお前すげえな、あの吸うたらあかんとこで吸うてるんだって怖い人多いやん、ヤンキーとかお前、それ注意できんのお前。いや怖いよ、怖いけどあかんことあかんから大人としてあの注意するようにしてました、うん、いやすごいやん、なんかいっぺんやってみようや、うん、俺がちょっとタバコ吸うてるから、うん、でもちょっと注意してみてや。ええよええよ、いつもみたいな感じで、いつもの感じで、そうそうそう、やってみんな、しまっちゃうかの。いや大やけどよお前、理想はね、ほんまこれがやりたいよ。いや理想すんなよ、できるやつやれよお前、実際やってるやつや、そうやからお前頼むよほんまに。すいません、え、路上喫煙禁止のとこなんでちょっと消してもらっていいですか。まあお前どっか行くよ。いや条例でちゃんと決まってるんすよ。知らんやろ、んなもん、子供とかも通るから危ないっしょ。他にも吸うてるやついっぱいあるやろお前。他の人関係ない、今あなたの話してるんすよ。なんで俺だけ注意されなあかんのお前。他のやつ関係ない、今お前の話をしてる。タバコ吸うてんだお前。タバコ吸ってるやないかお前。おい、吸ってた、吸ってたよお前。飯食ったばっかりやから我慢せえよお前。え、俺もあかんの。なんで俺だけあかんのお前。俺もタバコ吸うてあかん地域ってことね。何様やねんお前。オッケーオッケー、何じゃこいつ、ややこしいな。何がややこしいの。すいません、え、路上喫煙禁止のとこなんでちょっと消してもらっていいですか。ねえお前どっか行けよ。いや条例でちゃんと決まってるんすよ。知らんやろあんなもん。子供とかも通るからこんなとこでタバコ飲んでたら危ないでしょ。他にも吸うてるやついっぱいおるやろお前。他の人関係ない、今あなたのタバコ飲んでる話してるんすよ。なんで俺だけ注意されなあかんのお前。他のやつ関係ない、今お前のタバコ飲んでる話をしてるんや。タバコ飲む言うなよお前。おばあちゃんかお前。おばあちゃんくらいでタバコ飲む言うのお前。その後のこの五目どないすんねん。五目言うてるよごめん。おばあちゃんなお前。おばあちゃんで、おばあちゃん、おばあちゃんをずっとやってたけど、おばあちゃんをずっとやってた、夏ぐらいから、え、夏から、え、え、なんで、なんでおばあちゃん、え、なんでおばあちゃんやってた、え、なんか流行ってるって聞いたから。流行ってない、今日もちょっといてはるし。増えてるだけのおばあちゃん、お前でやってくれよ。あ、俺でってこと、当たり前や、俺自身でやるってこと、そう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 、ややこしい、何がややこしい、頼むと。すいません、路上喫煙禁止のとこなんでちょっと消してもらっていいですか。え、お前どっか行くよ。いや条例でちゃんと決まってるんすよ。知らんやな、あんなもん。子供とかも通るから危ないっしょ。他にも吸うてるやついっぱいあるやろ。他の人関係ない、今あなたの話してるんすよ。なんで俺だけ注意されなかった。消せ言うてんねん、人間にはな、やっていいことであかんことがあるんや。おしっこしてんなお前。おいおしっこしてるやんお前なあ。ちょんちょんちゃうねん。吹いた吹いた、おしっこしてる、膀胱パンパンやったから。我慢せえお前、もうタバコ吸うとけ、うん、俺が注意するから帰ろう。あ、帰ろう。いや吸い終わんなよ。吸い終わったんかい、何してんのお前は。なクラクラしてきたから我慢せえよお前。畑行かなかんし、おばあちゃん声だめ見に行かなかった。なんか膨張するって聞いたから。大丈夫、ヤンキーやってくれ、ヤンキー頼むで。ちょっとちょっと君、ここタバコ吸うとあかんとかね、消してくれるか。うん、ねえおじい、向こう行け、ゲートボールしてこい。何やってんねん君、消しなさいそのタバコ。ねえおじい、向こう行け、ゲートボールしてこい。はよ帰れ、気つけて帰れよ。優しい、消しなさいそのタバコ。ねえやかましおじ、向こう行け、ゲートボールしてこい。早く帰れ、気つけて帰れよ、しばくぞ。消しなさいそのタバコ。ねえお前やかましい、偉そうに。ねえ満足か、何や満足か、何や、お前がやってることはな、ただの自己満足や。え、確かにこの現代社会は喫煙者の四面楚歌や。でもな、お前はそういう喫煙者を利用して自分の存在意義を示したいだけなんや。お前は自己啓示欲の塊や。お前がやってることは何の意味もない机上の空論や。賢いなお前。賢いやん、ヤンキーやんな。博士のヤンキーやねんけど。博士のヤンキー、博士ヤンキー、博士ヤンキー、それいけ博士ヤンキー。な漫画みたいな、漫画漫画もうええから、普通のヤンキーやってくれな。ちょっと君、ここタバコ吸うとあかんだけど消してくれるか。うん、
ねえおじい、向こう行け、ゲートボールしてこい。僕はおじいじゃないよ、貸しなさん。おばあか、ややこしい。おばあか、おばあけ。こんなおばあちゃん見たことある、スーツ着て。こんな髪、見たことあるか、こんなおばあちゃん。ね、変なおばあか、変なおばあか、お前何言ってんだ。なあ、お前変なおばあやな。向こう帰れ、早く帰れ、帰ってお前相撲見、早い時間から2時ぐらいからの、まだ太る前の細い力士の、細い力士のオールバックのなあ、 細相撲見、あれでみんな後半の太いやつ見てんねん。あんな前半からあんな細いやつ見てんの、おらへん。細いやつとか言うの。細い力士のオールバックで、あれな、ほんまカッコつけてんか、あれ。何を言ってんねん、見たふりして。何を言ってん、あれ見てこれ。消しなさい、そのタバコ。ねえお前、ねえ、ねえ偉そうに、ねえ関係ないやろ、ねえこっちやな、ヘビースモーカーなんじゃ。ちゃんちゃんこいつ。え、一日どれくらいすんねんお前。3や、3箱か、3本じゃ。何やお前、3箱でよく吸えるやねんか、お前。おかげで俺の肺は薄いピンク色や。健康やないかい。でもええわ、どうもありがとうございます。どうもダイアンです、よろしくお願いします。空港のね、はいはいはい、保安検査所通るときにいつもドキドキするのね、はいはいはい、止められるんちゃうか、ね、あ、まあ、たまにいますよね、うん、一回止められたことあってね、大騒ぎなったことあるのよ、ね、あ、そうなんや、うん、なんかドドドしたらええねんお前、うん、いっぺんやってみよう、うん、でも警察庁にやってきてやってくれや、うん、俺行くからさな、はいはい、ピー、あ、すいません、はい、ポケットの中とか大丈夫ですかね。あ、大丈夫です、はい、お鍋とか持ってませんでした。いや、持てないですよ。僕お鍋持ってここ通りました、見てたでしょ。見てなかったんで。見てへんの、はい、何やこいつ。ちょっと警備を強化してましてね、はい、ちょっともう一度通っていただいてもいいですよ、はい、ピー、え、うん、歯ですかね。え、歯がすごいおでになられてるじゃないですか。あ、いや、貴殿の、あの貴殿の、うん、あのすごいご立派に成長されたお歯が、うん、あのすごくおでになられてるじゃないですか。お前敬語で言うたら怒らへんとかないで、お前。何貴殿ってお前、何やこれな。ちょっと警備を強化してましてね。歯でなんのおかしいやろか、お前。すごいおでになられてるから。やめそれ、腹立つ、お前。すいません、何やねん。ちょっとあの、ちなみに今日どちらの方行かれるんですかね。ハワイや。お、嬉しい。なやお前、なやお前、初かな、初ハワイ。なんやねん、関係ないやろお前、なめてんのかお前。ちょっとあの、今僕あのゾーン入ってまして。なんやねんゾーンって、お前。すごい仕事できてるんですよ。できてへんよ全然お前。ちょっとチケットだけよろしいですかね。これや、すいません。エコノミー、え、エコノミーの子。なやお前それ、何やねん、エコノミーの子ってお前。橋本さん、さっきのやつやっぱあのエコノミーでした。いや、言うてたんかお前。あいつ多分エコノミーやで、みたい言うてたんかお前。何やお前、おい。ビーフォーはチキン。なんで今言わなあかんねん。なんで今お前に言わなあかんねん、ビーフォーチキンってお前な。ビーフォーはチキン。なんで今お前に答えなあかんねん。エコノミーの方は先にお伺いするってなってるんすよ。聞いたことないわそんなお前。ビーフォーはチキン。ほんなビーフや。ビーフで。じゃあビーフジャーキーでね。ビーフジャーキーなんかお前。あとエコノミーのお客さんなんで、機内食のちょっとメインディッシュなんですけども、あのエコノミ焼きになりますんで。お好み焼きみたいに言うなよお前。何それエコノミ焼きって、お前何入ってるんそれお前。まあ、生地のみなんですけど。食うかそんなもんお前。もしやったら特別に桜伝部入れることいらんわそんなもんお前。もう言っていいかあんまり。ちょっともう一度通っていただいて。はよせ、急いで走ってくれよお前。黙れよエコノミー。あわ、なあお前。黙れよエコノミー。それが聞いてんちゃうねんお前。すげえ根性してんなお前。今ゾーン入ってましてね。お前のゾーン悪口言うてるだけやぞ、さっきから。すごい集中してるんすよ。何やほんまによ。ちょっとね、いや、こんなにも引っかかるってことはちょっと決まりなんで、麻薬犬だけよろしいですか。なんなかったやないか。いや、ちょっと決まりなんで麻薬犬だけちょっと、これやって OK ってすぐ帰ってもらっていい。分かったから。ただちょっと今ね、日本でっていうか、まあ世界中で麻薬犬の数が足りてないのはこれ有名な話なんですよ。聞いたことないよそんなお前。なんで今日から新システムの導入なんですけど、麻薬犬じゃなくてあの麻薬ゴリラになる。麻薬ゴリラ、え、ゴリラな、はい、え、大丈夫それ。大丈夫です、ほんま。しっかりした訓練を勝ち残ったエリートのゴリラ、ま、エリートゴリラなんで。あ、そうな、はい、大丈夫ほんまに。で今ちょうどね、犬の数が減ってきてて、ゴリラの数がすごい増えてきてる。聞いたことない。絶対ゴリラの方が少ないって。なんであそこにいるあのゴリラ、はい、あのハンチングかぶったあのゴリラ、すごい、はい、なんでハンチングかぶってんの。マイクゴリラなんで雰囲気出してんねん、はい、あれすごいね。あれかなり集中します。あ、そうなよ。あ、もうゾーン入ってます。あれゴリラのゾーンって何やねん。お願いします。大丈夫、あ、これ来た。あ、すごい。なんか死んだぞ。なんか死んだぞ。大丈夫？え？何してんのこれ？え？へっこいて匂い出る。鼻の調整。鼻のマッサージとかしてる。鼻の調整してる。すごい。へっこいて匂い出る。すごい調整の仕方や。へっこいて匂い出る。すごいへっこいて匂い出る。すごい臭いんや。すごいへっこ。すごい鼻の調整してる。あ、すごい。あ、来た。あ、怖い。あ、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 こうするんや。
しくお願いします。ありがとうございます。本当にありがとうございます ね、 ねえ、まあ、大丈夫だったんですか。でシャワー水しか出なかったんですよ。よかった。むちゃくちゃ腹立ちましたよ。よかった、ね、よかったって ね、 ね、 ほんまにね。ちょっとね、僕はこのちょっと腹立つことがありましてね。何ですか。ほんまに自転車に乗ってね、夜家帰ってたんですよ、はいはい、前から警官の指揮ましてね、初めて職務質問とされましてね。それちょっと嫌ですね、ほんまに。まあ、当然僕は何もやってないんですけども、いざ目の前であれをやられると、はいはいはい、すごいなんか焦ってきてね、すごい挙動不審になってね、すごい変な感じになりました。何や、何笑ってんの。全然おもろないで。いや怖いんですよ、初めてやったから。あ、ほんなゲッペンやってみようや。でも職務質問してこい、俺バシ言ってるからさ。あ、見せたろな。あ、ちょ、はい、小学生ちゃいますよ。どこがなんですか。女の子。どこがなんですか。男です。 なんすか。怖い。親戚の結婚式。ちゃいますよ。無理やりすぐ切るわけじゃないし。なんすか、うん、なんすか、うん、もう、うん、警官やねんけど。なんで帽子見せるんですか。うん、普通手帳でしょ。なくしたから。え、なくしたんですか。うん、大丈夫ですか。大丈夫よ。いや、大丈夫じゃない。大丈夫やから。え、大丈夫。大丈夫やね。大丈夫ですか。大丈夫。ほんまですか。まだ上司には報告してないから。やばいでしょそれ。大丈夫、めちゃくちゃ仲いいから。いや、そういう問題じゃないですよ。同じ塾行ってたし。関係ないですよ。関係あるから。え、なんですの。もうよろしいの。いや、こっちのセリフですよ。なんですかこれ。もういいですか。すみません。いやいやいや、こんな時間に何してんのかなと思ってね。ちょっとDVD 返しに行ったんですよ、はい、ああ、やっと返した。やっとって何なんですか。ちゃんと期限内で返しますよ。2泊5日で。どんだけ遠いとこ行ってんすか。2泊3日ですよ。純真作で。いや、関係ないでしょ別に。純真作で。何でもいいでしょ別に。いやいやいや、純真作です。名前ね。え、名前、純真作っていう名前の方やったんですか。よろしく。このタイミングですごい名前の人来た。なんで気づいてない。ほんであんま警官名乗らんでしょ。あ、手帳なくしたから。あ、大丈夫ですか。大丈夫やから。なんですの。もうよろしいの。だからそれこっちのセリフなんですよ。もういいですかこれ。わけわからん。ありがとう、ありがとう。何がありがとうなんですか。ありがとうね。何がありがとうなんですか。ありがとうって何を書いてるんですかそれ。これありがとうって書いてる。どういうことなんですか。今日一日何回言えるかっていうのやってるから。ありがとうって。むちゃくちゃアホやんこの人。ありがとう。むちゃくちゃ書いてる。ありがとう。すごい書いてる。怪しいね。何が怪しいんですか。なんか身分証明できるもある。え、何でもよ。なんすか。へそのかなんか持ってへんよ。見せて判断できないでしょそれ。取れてる。取れてるわ。ありがとう。何がやねん。ありがとう。書くなよありがとうって。ありがとうね。どういうことやねん。何でもよ。なんか免許証かなんか。免許証。ああ、これですよ。君いくつ。46や、はい、君。え、原付の免許しか持ってへんやん。はい。46で、はい、原付の免許だけ。はい。これどういう意味。どういう意味って。ありえる。そんな どう説明したらいいんですかそれ。しかもこれ、はい、去年撮ってるやん。45で。45で原付の免許だけを取りに行ったの。これどういう意味。だからありえる。それをどう説明したらいいんですかそれ。パーティーグッズ。これどんなグッズやんねん。君がやってるパーティーの。どう盛り上がる。見て見て、46で原付の免許だけって。ほんまにあるわけちゃうねんこいつ。なんやねん。これカードゲームのやつ。どう遊ぶねんな。君がやってる。俺のカードはこれだって出せんかお前。これ一番弱いカードやね。46で原付の免許だけって全部に負けるやつ。これ、これ一番弱いやつ。全部に負けるやつ。これ全部に負けるやつ、ね、返せ。さっきからわけわからんことばっかりやがって。お前ほんまに警官か。さっきからわけわからん。お前ほんまに警官か。ありがとう。何がありがとうね。お前ほんまに警官か。歯多いね。歯すごい多い。すごい歯多い。歯多いし、歯の間が真っ黒。すごい黒い。すごい歯多いね。なんその歯多いの。な、なんその奥歯まで見えてる。キュッキュに生えてるよ。な、歯茎がまっすぐなの。ちょっと、おい、おい、言いしなさい。言いしなさい。警察や、言いしなさい。歯黒いね。初めて言われた。歯黒いやついます。何呼ぶだよお前よ。パトカーと弁護士の先生。何で弁護士のわけよ。からちょっと歯多くて歯黒いから逮捕します。いや、むちゃくちゃやないかい。でもうええわ。どうもありがとうございました。日本一早い笑いの祭典爆笑寄せ。続いてはダイヤ。
ますねえ、この間ちょっとね、うん、自転車乗ってね、はいはい、家に帰ってたんですよ。ほな前から警官の人が来てね、初めて僕職務質問されてね。あ、そうなんや。あれ怖いよ。あ、そう。実際やられたら何もしてへんけどすぐ焦って挙動不審になってくる。マジで何もしてへんやろ、うん、ほな堂々としてたらええやん。そんなそれでも怖いねん。あ、そうな、うん、ほないっぺんやってみようや、うん、まあ、警官やってくれや、うん、な俺自転車で来るから、ま、職務質問してこいな、うん、あ、ちょ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 、はい、小学生いっちゃいます。親戚の結婚式いっちゃいます。無理やりスーツ着てるわけじゃないですよ。こんな時間に何してんのかなと思ってね。あ、ちょっとDVD 返しに行ったんですよ。おい、やっと返した。やっとって何なんですか。ちゃんと期限内で返しますよ。2泊5日でどんだけ遠いとこ行ってるんですか。2泊3日ですよ。巨乳の映画ですよ。巨乳の映画。それ AV じゃないですか。普通の映画ですよ。純真作で。いや関係ないでしょ。ええ、純新作で。どうでもいいでしょう。いやいやいや、純新作です。え、名前ね。名前。純新作っていう名前。よろしく。あ、よろしくよろしく。あ、うん、すごい名前や。ちょ、最近ね、はい、この辺ちょっと痴漢が多発しててね。あ、そうなんですか、うん、気ぃつけますわ。あ、ちょ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 、はい、まあ、見た目から判断すんねんけど、はい、犯人やね。なんでやねんお前。なんで見た目で判断しとんねんお前。それが僕のやり方やねん。直せよお前。だからね、誤認逮捕がすごいの。直せや。じゃあでも直すつもりないねん。このやり方でずっとやってきてるから、この先もこのやり方でやっていこうって心に決めてんねん。純新作です。何やお前は。よろしくね。見てたっけ。よろしく。聞いたよ。よろしく、ね、一生忘れへんお前の名前。この自転車これ君の。僕のですよ。ほんま盗んだやつ。違います、僕のですよ。自転車でちょっと調べさせてもらうね。なんでやねん、急いでねん。こっちはお前、こっちも早く帰りたいねん。何やお前。明日婦人警官とバーベキューあんねんから。知らんやろ。緊張しとんねん。ちょ、調べるだけ自転車な。これやんまり、うん、最近はこのなんかチェーンとかしてても切って持っていけるからね。うん、これはほんまに気ぃつけてね。どんだけ差がってんねん。むちゃくちゃ伸びてるやんな。どんだけ伸びんねんこの自転車。どうやって乗ったらいいねこの後。すごい勢いつけてパッて乗ってペタルとそっかへしこうなるだけやねんかお前。どうせ言うねお前よ。テンション高いな。あわー。なんでなんか嬉しなってる。すごいテンション高い。怪しいね君。すごい怪しいから。なんか身分証明できるもんある。え、なんでもいいよ。なんかへその丘なんか。いやもういいよ。判断できんのかそれでお前。免許証かなんかで。これや、うん、君いくつ。40や、うん、君原付の免許しか持ってへんやん。40歳で原付の免許だけ。おう、どういう意味。どういう意味言われても知らない。しかも去年取ってるやん。39で原付の免許だけ取りに行った。おう、どういう意味。だからどう説明したらいいの意味を。パーティーグッズ。ちゃうわ、もちろん返すよお前は。えこいつよ。怪しい。何が怪しいってお前は。怪しい君。その自転車にかかってその袋それ、それね。中身ゼロなら。中身よ。もうライターや、水、ろうそく以上や。台風来てんの。違う違う違う。なかなかそういう台風になってよ。明日バーベキューあんねん。知らんからって。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。これはちょっとね、あの自転車乗ってね、はい、あの家に帰ってたんですよ。の前から警官来ましてね、初めて僕あの職務質問やれてね。あ、そうな、うん、あれ実際やれたらね、うん、めちゃくちゃ怖いのよ。マジで、うん、お前何もしてんやろ。してない。ほな堂々したらええがな、そんなもん。でも何もしてんけど実際やられると、うん、すごい挙動不審になって焦ってくるの。マジで、うん、怖いよ。やってみようや、うん、でも警官やってくれや、うん、俺に職務質問してくれや、うん、な、俺自転車来てんやろ。はいはいはい、やってみような。あ、ちょ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 、はい、小学生いっちゃいますよ。どこがなんですか。親戚の結婚式いっちゃいます。無理やりスーツ着てるわけじゃないですよ。なんすか。あ、うん、警官やねんけど。なんで帽子見せるんですか。なんで帽子。普通手帳でしょ。なくしたから。なくした。で大丈夫っすか。大丈夫。え、大丈夫。大丈夫。絶対大丈夫。マジっすか。すごいな。なんすか。いやちょっとこんな時間に何してんのかなと思ってね。あ、DVD 返しに行ったんですよ。おお、やっと返した。やっとって何なんですか。ちゃんと期限内で返しますよ。2泊5日で。どんだけ遠いとこ行ってんすか。2泊3日ですよ。巨乳の映画ですよ。巨乳の映画。いやいや、それは AV でしょ。普通の映画ですよ。純新作で。関係ないっしょ。純新作で。何でもええでしょ別に。いやいやいや、純新作です。名前ね。名前純新作っていう名前。
よろしく。すごいタイミング生警官名乗らんでしょう。よろしくね。え、なんなんすか。ほんでいやちょっと最近ねこの辺でちょっとあの痴漢が多発しててね。ほんまですか、うん、気付きますわほんまに。あ、ちょ、はい、まああの見た目から判断すんねんけど、うん、犯人やね。なんでやねんお前なんで見た目の判断しとんのお前は。それが僕のやり方やねん。直せやじゃんお前。だから誤認逮捕がすごいの。直せやじゃんよ。でも直すつもりないねん、うん、今までこのやり方でやってきてるからこの先もこのやり方でやっていこうって心に決めてんねん。純真作です。何やお前。よろしくね。名前言ってたっけ。言ってたよ。よろしく。一生忘れへんその名前。純真作です。何やねんこいつほんまに。この自転車はこれ君の。いや僕のですよ。盗んだやつ。いや僕のですよ。まあちょっとほんな自転車だけ調べさせてもらうね。何やねん。もう早く帰らせてくださいよ。こっちも早く帰りたいね。明日婦人警官とバーベキューあんねんから。知らんやろ。緊張しとんねん。何じゃこいつ。何やちょっと自転車だけ調べろな。もうこれよ、うん、最近はなこれ、うん、あのチェーンしてても切って、うん、こうどっか持って行ったりしとるから、うん、気ぃつけてね。めっちゃサドル上がるやん。どんだけ上がるの俺の自転車な。どうやって乗ったらいいの今後これな。すごい勢いつけてパンって乗ってな。ペダル届かへんしまどうやってやつよねお前よな。テンション高いな。あおい。なんでなんか嬉しいことあった。何よ。なんかすごいテンション高いから早くつながったぞ。怪しいね君。何が怪しいね。なんか身分証明できるもんある。え、何でもよ。なんかへその丘なんか。いや持ってへんよ。ついてないの。ついてよ。判断できんのか見てお前。免許証でこれやお前。君いくつ。40や。君原付の免許しか持ってへんや。40歳で原付の免許だけ。うん、これどういう意味。どういう意味って。いやどういう意味って。どう説明したらええねんな。しかもこれ去年取ってるやん。もう39で、うん、39で原付の免許だけ取りに行ったの。うどういう意味だから。なんでどう説明したらええねん。パーティーグッズ違うわ。ほんまや返せよお前。もうやろほんまに。怪しいな君。何が怪しいねお前よ。歯多いな。え、君歯多いね。なんでや、なんでや。君歯が多いな。歯多いな。なんでや。どう答えたらいいんですか。なあ、そ歯多いぞ。なんや。そなんや。そ来てより歯多いぞ。来て。そなんやそれ。なんや。どう言ったらいいんですか。歯多いな君。なんでや。なんでや。恥ずかしい。歯多いな。なんでや。恥ずかしい。すごいな。歯多いやついました。見に来るの。おおね、普通や。どう答えたらええねん。捕まんのか。歯多かったら。歯多いやつ初めてやから。こっちも取り締まりのあれがやり方が分からへんねんけど。歯多いな言うとくわ。怪しい君。何が怪しいの。そう、自転車にかかってるその袋それなんや。さっきコンビニ行ってて。コンビニ、うん、ローソンか。関係ないやろお前。ファミリーマートか。どうでもやろそんなもん。セブンイレブンか。関係ないやろかあんまり。はい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 。何やねん。そういうことか。何やねん。恥ずかしがらんでええかな。何やん。ポプラやな。違うよ。俺ポプラ言うのが恥ずかしかったわけちゃうかな。ハートイン。違うって。チコマートか。恥ずかしないってお前。中見せろ。いやねん丸立つな。もう水やな、電池や、ろうそく以上や。台風来てんの。違う台風来てんのか。そういう会もなってん。明日バーベキューあんねん。もうええわって。どうもありがとうございました。どうもね、よろしくお願いします。まあね、頑張っていきましょう。まあ世の中いろんな仕事あるじゃないですか、はい、でも中で僕お医者さんが一番大変なもんですよ。 お医者さんって緊張するシーンが多いじゃないですか、うん、例えばお医者さんがこう手術するじゃないですか、うん、その結果を患者さんに報告するとき、これ結構緊張すると思うんですよ、はいはいはい、あれ大概患者さんが病室で待っててね、先生がそこに入ってきて結果を報告するんですよね、うん、はあ、あ緊張すんな。手術結果出てるな。成功したんかな、失敗したんかな、はあ、ガチャあんな大失敗やったんやけど。いや早いねん。どうするどうする。早言うて。早う、はい、早う、はい、はい、焦らしすぎ。もうちょっと間持って、間楽しんで。ゆっくりの方や。ゆっくりやって、頼むからね。はいはい、ガチャ。あ先生、手術結果出たんすか、成功したんですか、失敗したんですか。はい、手術の行いましてね、はい、予定時刻ぴったりに行いましてね、はい、少し早く終わりましたけども、はい、結果の方はですね、はい、ね、先生、はいはい、誰なったかな先生。はいはい、どうするでした。どうする、はい、うん、手術はしました。しました、しましたね、
はい、ちょっと待っとってください、ここで、はい、すいません、はい、はい、ガチャ、不調さん、不調さん、不調さん、あの津田さんの手術結果どうやったっけ、うん、成功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 ちゃうやろ、成功したら吉田さんやないの、失敗じゃなかったっけ、失敗だよね、大失敗だったよね、途中で諦めてみんなで笑ってたやんか、もう無理や言って、途中からの藤本さんがフェラーリ見たっていう話だよね、あんな路地裏どうやって入ってったんや、路地裏にフェラーリ狭いで言うて、はいはい言うとくわ、あ大失敗、シャレならんの、すごい失敗なん、はいはい分かりました、大成功です、嘘つくなお前、全部できました、全部聞こえたよお前、綺麗になってますね、何やねんお前、自分の口でちゃんと伝えろお前は、自分の口で、そう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 、ガチャ、あ先生手術結果出たんですか、成功したんですか、失敗したんですか、手術の行ったんですが、はい、あまり容体が芳しくなかったんで、はい、来週もう一度再手術ということになりました、はい、再手術、僕そんなに悪かったんですか、手術って何の手術なんですか、とりあえずね目負担にしてもうちょっと顎出しましょうか、何整形やんの、ね、ほんでね下半身を馬みたいにしましてね、ほんで足にタイヤをつけまして、うん、リモコンで動くようにして、うん、そのリモコンもな、ケンジ君に渡して、誰やねん、なんだろ、ケンジ君に動かさなあかんねん、お前は後でケンジ君来ると思うんで、会わへんよ、挨拶だけよろしくお願いします、せえへんよそんなもん、もうそこまで来てるって連絡入りましたんでね、もっと自然な感じでやって、自然な感じで、自然でどうしよう、会話の流れみたいな感じで、はいはい、頼むよ、はい、ガチャ、あ先生手術結果出たんですか、成功したんですか、失敗したんですか、はいね、はい、うん、津田さんはあのご結婚の方はしてます、お子さんは一人います、そうですか、はい、まあ子供っていうのはね可愛いもんですよね、はい、まあ実は私もね娘が2人いてましてね、はい、この間の上の娘のね、うん、保育園の卒園式に行ってきたんですよ、はい、またこの上の娘っていうのがねすごいおてんばでしてね、うん、こう入場してくる時にね、うん、張り切りすぎて、うん、つまずいてこけてしまったんですよ、なんかその時にね、はい、あんま津田さん大失敗やったんですけどね、どんなタイミングやねんお前、みんな寄ってくるんですよね、どんなタイミングやねんお前、いっぱい寄ってくて、そっちの話夢中になってね、ちょこっちの話聞いて、こっちの話せえってもうええわ、どうもあれでした、一口ちょうだい、俺めっちゃ嫌やわ。いや、言うな。嫌やろ。もう俺も嫌や。なあ。自分で作った飯とかで余計嫌やわ。嫁がよう言ってくんだよ。なるほど、あ、わかるわかる、うん。俺が晩飯な。自分でパーパーと。俺な、正直な。うん。こんな時間ないかもしれないけど。いや、俺もな、もう一年以上嫁飯作ってもらってないから、ね。嘘ほんまや、俺もずっと自分で作ってるもん。あ、それ別やからってこと、子供と。そう。俺帰る時間も別やし。うん、おも自分作る、ね、食べるもんじゃあ、もう材料だけ買っていって、言うて、うん。もういつも家帰って俺自分作ってるもんだって。嘘。ほんまよ。何買ってるん、なんか、肉と、なんか自分が作りたい。炒めるとか。そう、うん。ほんま簡単な料理。で、俺作るやん。うん、帰ってきて、しんどい作ってさ。うん、で、持ってな、うん、作って、ほんで上がってビール開けて飲んで、うん、さあ、こうか、みたいな。うん、ちょ、とか言ったら、もうめっちゃ腹立つって。ほんでお前作るわ、まあまあ、わからんではないよね。その言うたらさ、まだ嫁が作ってんねやったら、でもあれやけど、全然その別にお前が作ってるわけやん。しかも働いてきてる、それなぜ作らへんかも分からへんやん。でも働いてきてる、それがでも仕事なわけやん。まあ俺はいいよ。そいつのなんつってね。でもお前は外で働くのが仕事や。子供、俺も言うていい。でもそいつは家で守って家事をするのがそいつの仕事や。そいつ言ってさ。意味がわからん、そいつは。おい！なんなん、そいつ。俺が言い出す。俺が言うにはええねん。キモいの、そいつ。いいかげんせえよ。おかしないであって。決議しりえ言うて、いつも言うて。いや、でもそれはさ、仕事やん。まあまあ、だから、まあ子供慣れもあるしな。大変やな、思って俺は別に言う。いや、関係あれへん。それは。関係、俺が言うに。お前が旦那やろ。で、お前外で働いてるわけやろ。ほんなら、そいつは、そいつ飯作るのは最低限の仕事や。俺が英雄って言うの。嘘が。俺が言う分にいや違うね。お前の方が正しいと思うからさ。いや、正しくない。別に。ええねん。ええことないやん。俺が言うてんの、お前言ってんの。俺が言うにええの、お前言うな。いや、腹立つ。お前はもう腹立たねえ。それぐらい作れやって思う。他しろやろ、お前。なあ。なあ。それぐらい作ろうや。他のあんまやってるみたいに言い方すな。聞いてるんか知らんけど。あの、聞いてへんわ。それぐらい。ぐっすり寝とるわ。やろ？やっぱり寝てる思った。そらな、こんな時間でしょ。万が一聞いてるった時のために、ここで言わしてくれ。それぐらい作りや。
っちゃ嫌な、めっちゃ嫌なやつの言い方したな、お前。いや、ほんまね。ほんまな、ちゃうわ、お前。ありがとうございます。あけましておめでとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ダイアンと申しまして。はいはいはい。あの、まあ、あの、お正月で目ですけどもね。そうですね、ほんとに。あの、まあ、一人暮らしからしたらやっぱなかなか大変でして。あ、そう。食生活がすごい大変なんですね。あ、そうなんですか。あの、ほぼ毎日あの、出前なんです。出前ね、お前。出前ばっかりですよね。まあ、出前ばっかり頼んでましたら、はいはいはい、たまにちょっと腹立つこともありまして、ね。お、何何？この間もあの、出前頼んだんです。はいはいはい。チャーハンと餃子頼んだんです。ほうほうほう。今すぐに持っていきますって言って、ね、全然来えへんくて、ね。結局来たらめちゃめちゃ遅くてね。それちょっと腹立つな、お前。腹立つんです。でもこういう時ね、店員さんにね、文句とかちょっとよう言えないんですよ。マジで？あんた絶対すぐ言うけどな、そんな。なんて言うていいかよくわからないんですよ。あ、そう。はい、まあ、一回やってみようや。うん。でも出前持ってきてくれや。お、俺文句言うたるからさ。はいはい、はい。教えたろうな、お前。ならあんまりでけへん出前の方がええよ、ね。うそやな、お前。はいはい。ピンポン。ガチャ、はい。あの、注文受けてました、中華料理屋です。ちょっと待って。むちゃくちゃ遅いやんな。遅すぎるやんな。俺頼んだいつやった？昨日です。遅すぎるやろ、お前。頼んだかとか忘れてもやねんか、お前。なんでこんな遅かったん？まあ、ちょっとあの、言い訳みたいになってしまうんですけども、ちょっとあの。なんやねん。なんやねん。なんやねん。ちょっと炒めてまして。足炒めとったんか、お前。ほんなら他のやつ持ってきてねえねんか。いや、チャーハン炒めてました、ね。チャーハンかい。何時帰れんの？いや、めちゃめちゃ忙しかったんですよ。で、うん、今日もめちゃめちゃ忙しくてね、うん、しかもあの出前の自転車とバイクも全部出てしまってましてね。なあ、まあ、ほんな歩いてきたんかいな、お前。いや、あの店長の娘さんの一輪車あったんで、それで来ました。何乗ってきてんの？一輪車で来たん？出前を、はい、おかもち持って、はい、街中を、はい、こんな感じで、お前なんだ、お前すごいな、お前。すごい明るい方ですね。あら、お前。いや、怒ってはんのかな思ったら。怒ってるよ。一時こうやってはだから。怒ってるよ。でもこんな遅かったも初めてやで。すいません、まあ遅くなったお詫びというわけでもないんですけども、もしよかったらこれあの。何やのこれお前。これうちのおじいちゃんの形見のヨーヨーです。いらんわ。形見ヨーヨーな。はい。いらんよ。どうぞ。いいって。まだまだありますんで。いいからお前、出前出すよお前。すいません、お待たせしました。チャーハン9人前です。違う違う。お待たせです。すごい元気やけど全然違う。俺頼んだんチャーハン餃子や。え？え？ってないの。あ、そうなんすか？いや、電話ではあの、チャーハン餃子って聞こえたんすよ。どんな頼み方やねん、チャーハン餃子って。いや、何回隠してもチャーハン餃子、僕チャーハン餃子。あ、そうや、そんなやつ。だ、小学生やと思ってたんすよ。違う違う。チャーハンと餃子やって。絶対ないの、お前。もう出せや、もう。まあ、お代はチャーハン1人前分だけで結構です。そらそやろ、お前。残りの8人前はあのサービスさせていただきますんで。サービスも多すぎてで、お前。もう出せや、もう。すいません。頼むで。ちょっと一回ほぐしてからじゃないと、ね、え、ちょっと待って待って、え、お前、おかもちに直接チャーハン入れてんの、女。器が全部出てしまってましてね。どんな店やの、お前。当店器7つしかないです。やめて、家で直接入ってるチャーハン気持ち悪い、お前。それ大丈夫です。うちのおかもちめちゃめちゃ綺麗なんですよ。そういうことやちゃうねん、お前。前ちゃんと洗ってますんで。家って気持ち悪い。めちゃめちゃ綺麗なんですよ。バイトで、おかもち洗うだけのやつおるんですよ。どんなバイトやねん、それ、お前。おかのちってやつなんですけど。おかのち、おかのちがおかもち洗ってんの、はい、ややこしい。めっちゃ笑ってますやん。全然笑ってへんよ、お前。もう出せやん、もう。器あります。どんな店やん、ここよ、ほんまに。だいぶ固なってるんでね。どんだけ時間経っとんの、お前。昨日のなんで。ほんな持ってこいやん。閉店の時間になったんで帰りましてね。でも作るのは昨日作ったんです。作り直すね、こういう時。ちょっとね。むっちゃ多いやん、もう。9人前なんでね。すごい多いな。チャーハンを好きなんですね。お前が間違っとんな、お前。何しとんねん、お前。いや、手つこてる。手つこてる。手つこたらあかん。何してんの、お前。手つこてるやん。大丈夫、最後はね。最後までじゃない。手つこたらあかん。大丈夫、僕手めちゃめちゃ綺麗なんですよ。いや、専門出ちゃうの、お前。この店でね、誰の手が一番綺麗かと検査あって。どんな検査やねん、それ。僕の手が一番綺麗やったんです。知らんがな、ほんまによ。一番汚かったあの、岡の地なんですけど。ちょ、待てよ、おい。そいつからってんやろ。岡の地癖でね、すぐに肛門触りよるんですよ。やめさせ、やめさせ、そいつすぐに。でも岡の地めちゃめちゃええやつなんです。ボロなってへんよ。岡の地めちゃめちゃ男前なんです。男前な。でもすぐ肛門触んの。やめさせ、そいつすぐに。岡の地ハーフなんです。ハーフやった。ハーフで男前で、でもすぐ肛門触んの。むっちゃもったいない。だけ肛門触らんほうがええでって。モテるからって。岡の地しょっちゅううんこ行きよるんです。絶対うんこついてる。このチャーハン絶対うんこついてる。ついてます。認めた。認めた。あかん。添えてます。添えてた。添えてた。200円アップです。浮かれとった。浮かれとった。すごい手つこってる。すごい。爪の間に入った。やめたな。
多分チャーシューです。茶色いんで。うんかいそれお前。もうやお前二度とお前のとこ頼めへんからな。実は当店今日で潰れることしてね。そらそやらって萌えはどうもありがとうございました。さあというわけでね。ねえ、今週も始まっておりますけども。ね、ほんま大変よね。まあ体の面もそうやしね。ほんまな、言うても年やしな。気ぃつけとかなな、うん、ほんまに。あれちゃうのだってもう、うん、あの麻薬とかなったんじゃん。その絵が俺今は自由分からない。麻薬、麻薬な、麻薬、麻薬は39が麻薬な。40の数えで40の年やからな。そう、俺いまいちな、その数えもよう分からへんの。あれどういう意味な、数えで40っていうのは。どう言うたらいいんかな。どういう意味な。俺数えで42や。おえ、そうよ、数えはめっちゃ言ってるやん。数えはな、お前も数えって、お前も数えで41円。数えっていうのはどういうこと。どう言ったらいいのかな。要はあるやん、数えでとか、うん、あれ意味が、要はどういう意味なの、数えで。どういう意味なの。でも数えやもん。だ1個プラス、まあ、1個プラスっていうことなのかな。単純計算で1個プラスでじゃないの。1個プラスやったら41ちゃうの、お前は。で俺が40ちゃうの。違う、俺だから42の年になるはずや、数えで。41の年か。え、じゃあ41の年か、この2017年はな。ちょ、41の年やせ。それはでもあれない、もう1月になって2017年になった時点での数え で、そうやそうやそうや。だからお前も40の年やんか。だから麻薬やん、うん。のはずやで、多分。俺もちょっと、薬年はいつのほな。40、41、42や。40、41、42。いや、麻薬、後薬、翻訳や。40、41、42のはず。ということは翻訳は41ってこと。翻訳41、40が前役か、前役、うん、で翻訳後役が42、うんうん、はい。まあやらへんとやらへんけどな。それは厄年はあんまり良くないってことなん か自分とか自分の周りのになんか行くっていうよな、うん、あ、そうなん、うん、ってよ、いい、まあっていう、自分に来えへんねん。自分にも来るし周りにも行くっていう、周りに行くとも言うよね。あ、そう。だからそういうのは、うん、まあ分からんけどな、その迷信であり、やけど日本独特のもんやからさ、そういうのはあれ、なんかお祓いみたいな、モンド薬人、ああ、まあそうやな、関西ではモンド薬人有名やな、そこっていうとこに行くんや、行ったりとか、まあどこでもやってるけどね、薬よけは。あ、やってんの。やってるよ。でも有名なは薬よけの神社は、うん、関西で言ったらそのモンド薬人っていうとこが有名やな。そうなんや、それ行かなかな、ほんなら。それ、まあ、例えばあんまり良くないことが起こったりとかってことやろ。そうやな、まあ大体なんか何日までで、15日までに行くみたいなことやけどな、1月の。あ、そうなんや。まあ一応なんかそういうのはあるよ。あ、細かいルール。全然過ぎてもうてるやん。誰か言ってくれへんの、そんな。いや、俺もう全然そんしなかった。俺もそんな結構好きっていうかさ、うん、気にする方やからさ、めっちゃ調べたもんだって。俺だってその今年が後役とかも全然分かってないもん。前役な。あ、前役か、前役。タネグさんとこも行ってたんですか。まあ結構行ってる。うん。まだいかんか。だからそれで、うん、まあでも捉え方によってね、行ってあかんかっても、うん、いかんかったらもっとあかんかったんちゃうかっていうふうに取ったりするわけ。なるほどね。うん、なんかでもあんなん言えへん。なんか厄年の時になんかすごい。そう。お金。そう。家のことにお金かけたりするの。使ったらいいみたいな。めっちゃええっていうね。あ、やっぱええ。そうやね。なるほど、ね、うん。それはその。前役も含まれてってこと。前役、翻訳、後役のその3年の間に、なんか家を。それどうなんやろな。でも年齢的にちょうど家建てれる年齢であるしとかいうのもいろいろ重なってきてるかもしれんけどね。その時に例えば家買うとかってこと、うん、ってこと簡単に言うたら。そう、なんかそういうの聞くな。それ家のことなんや。なんか例えば高い買い物。あ、でもええと思うで、なんか。あ、そうなん。久保田はそう言ったな。車買うとか。まあ、そうやな。自分のなんかになるのにお金かけないことやって。自分のなんか、なんかまあ家とかがええって言うわな。なるほどな、うん、その3年のうちってことか、うん、で なんか高いもの買おうと思ってんのか。いや違う、その俺その辺のがほんまよう分かってへんからさ、どういう、うん、まあな、うん、まあ気にする人は気にするし、気にせえへん人はせえへんけども、だからやっといたが気休めにはならんな、うん、そらそういうのを厄年やけど、うん、そういうの一切何もやらへん人もおるしってことも、全然おるよそんな。また女の人は役年年齢ちゃうしな。ああ、もっと若いんだけど、年もっと年若いで、役年何回かあるからさ、うん、うん、ややこしい、ね、分からへんな、そういうのが難しすぎて。行ってる田中君。あ、いいだ、田中君が同じやんな。一緒です。
で翻訳やろだから今、うん、それはあれ例えばどこ行ったん近所の近所近所の、うん、近所嘘言っちゃうそれ今の発言がねもう多分怒られると思うお前のちょっと嘘言っちゃうもっと来いとこ行っとこねそれはあれその毎年ってことなんや前3回3年行くってことはなるほどなそうあそうなんやそんな全然知らなかったまあな俺は気にする家族おるしより家族に行くって聞くからよりは家族に行くねんなっていうふうに聞くしななるほど、うん、って言いがちやん結構な田中もほんなら15日までに行った行きました行きました、うん、ええー、15日やったっけなんかあれねあでもなんか、ね、なんかあんねんへえそれ15日過ぎてたらなんかまあ明日行くんじゃん15日過ぎてたらなんかその何そのめっちゃ怒られんねんお振りかかってきたりあんのなんかそのお前15日までに来てへんからまあそこまでやれへんけどちょっとほんなら悪いことするいやないよ怒るようにないねちょっとだけ15日やったけど忘れたけどなんかあんねんいやだ言ったいや言っといたほうが、まあ、基本的にすっきりはするよさあ言っとこで言って俺はなんかその、うん本気とみたいな本気とかなんかあんねんか、うん、ちょっと別室で呼ばれてやってもらうのに、うん、やってもらうなるほどなでお札買いに行くだけでもいいし別になるほど、うん、そお手ないからな なんて言ってたええー、とこ門田薬師門田薬師は超有名やなあそうなんや、うん、三大なんたらみたいなやつやもん多分、うん、なるほどないろいろ俺そういうのがやっぱりあれ分かってへんわ全然疎いというか、まあこれもだから全て俺独身のせいやと思うねほんまにまあ俺も疎かったけど調べたからな自分でいや俺ほんま思うねなんかしきたりとかやろそうとかほんまに例えばほんま細かい話したらお墓のこととかもう、はあ、俺独身っていうまあ独身だけじゃないけど独身っていうので、うん、このあんまりこの何分かってへんかって最近まで、ね、あ、ね、そう分かんないこと分からへんっていやなんで誰がどのお墓とかっていうのをそんな考えんと参ったりしてて俺お墓参りとか母方のやつやったりとか父方のやつとかどうかなえ勝手に知らん人のお墓をいやいやちゃんとや親父方のとかおかん方のとか言ってたけどの俺なんかあ親父ここ親父も死んだらここ入るんやってうっすら思いながら、うん手合わせてたんよ、うん、でもよくよく考えてあれと違うやろちゃうやん、うん、うちの親父次男やもんと思ってほんで親父さん親父さんで墓ったここは長男のお兄ちゃんが入らん、うん、なん親父はまた別の墓かとか、うん、っていうのもつい最近も俺なんかよう考えたらあれそうかそうかみたいな、まあ、そうまあまあまあな、うん、ここに親父入るいろんな状況あるからね、うん、入るもんやん思ってなんか西山ちゃんそういうことでめっちゃ手合わせてもいや入るもんやと思って手合わせるご先祖様やそご先祖様に挨拶しながらがるゆくゆくふんわりなあふんわり親父もお世話になりますよここのお墓に今入る行けへん行けへんかなみたいなふんわり思いながらってあちゃおちゃおと思って、うん、ここはお兄ちゃんが入るそういうのもだから多分な独身関係ないそうやるやん家のこととかあまあなしきたりとかは確かに、うん独身のせいや結婚お葬式行った時の作法とかも毎回忘れへんあの毎回頼むからあのお証拠俺絶対先頭来るんだと思うもん俺前の絶対見れろ見るあれ毎回忘れへん忘れへんというかあれやねなんかもうふんわりしか分かってへんなんかやったよそうそうほんであるやんこう3回やるのも、うんうん、この1回ずつ取るのかあこの辺でこう3回やってはんのかどっちやろうみたいな、 なんかそれもなんか場所場所によって違ったりするめっちゃ分かるわそうやねその変えてくれたとこもあるけどな、うん、そうやな分からへんねだからどうなんていう言葉かけたらいいのかそう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 でじゃあ本日はそうやねでなんて言ってやったらそうそうほんまに三根さんみたいな状態になるごちそうさまでしたあれめちゃくちゃ面白いご愁傷さまでしたごちそうさまでした食べてるとん、ね、食べてるめちゃくちゃ面白いあんなもん食うかでもでもある種お疲れ出ませんようにとかさちょっと言う前にちょっと緊張せへんなんて言ったらなんて分からんお疲れ出ませんようにある種でもごちそうさまでしたって言うて別におかしくないよねだってそれは分かるわけないじゃん分かるわけないそのしきたりはなそれは俺らがな、うん、アフリカ行ってさお葬式でさ
分かるわけないもん。分からへん。さやこさんもギリギリまでうまいことやってて。ほんまで、もうちょいって。そうやね。で、それももうちょい小さい声やったら、普通にご愁傷様でしたって、ね、まさかそんなん言うと思ってへんやろ、こっち側の人も。こっちで、ね、脳内変換してな。うん、あれ、一瞬、今なんか、ご愁傷様でした。あ、そうか、そうか、ご愁傷様言ってんのか。疲れてんの私っていう、こっちのせいにとってくるから。ちょっとね、でもちょっと、やっといた方がええで。ほんまな。行く、俺。だからそういう、なもうつなげて考えてまうわけやん、胃腸炎のこともさ、うん、あれってなるわけやん、もしかしたら、ね。麻薬やから。そうそうそう。薄いけどさ、弱すぎ。弱すぎ。それもきっかけ、スタートのさ、第一章かもしれんやん。薬が弱すぎて。何胃腸炎。そういう薬関係ないよ。そんなもんやったら俺別に行けへんわ。胃腸炎ぐらいで済むんやったら。それが第一章よ、だから。こっからどん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 。そうそうそう。そうやな、それでも怖いわ。まあそれ関係ないけどな。まあでもキャッチボールみたいな感じだ。一応まだこの後来る剛速球がね。ちょっと行きます。僕は。それはあれやで、うん、ふざけてまたロケとか行ったらあかんで。いやそういうのはほんまにガチのちゃんとした真面目なで僕はほんまに行きますわ。ええとこな。ほんまにちょっと。聞くから俺もでもふんわり思って なんか聞いてましたもんね。俺田中君近所でもいいと思うんだけど、マクドしていつやったっけみたいな。何回かね俺田中君聞いてたから、いやちょっと気にはなってたはずやね、自分で。まあまあな、だから行くわ、行ったらええ、うん、リスナーの皆さん僕行きます。別に何も心配してへんで、別に自由にしたらええやん、それはな。ほんま、行くも行かんもお前次第やから、うん、まあな、行ってくれ、行く、ほんまに、うん、はい、それは決めました、うん、CM 行ってください。ほんまにちょっとでも聞いてよかったわ。あ、やっぱ言わんほうがいいで、兄さん、言わんほうがいいで、うん、うん、我慢せ、ぺ、うん、と出てるやん、分からんよ。これはでも、あれらしい、これはこう、表紙というか、表紙というの、あ、それの、そうそう、バラやん、でも、それだけ答えてまあこれバラね、え、知らんかったよ。いや、それもバラも全員知ってる、俺小学校の時は知ってる。ダイヤの You and Jim ハモれてた、完璧ハモれ、ほんま出てきたやつ、速度で答えてんやな。OK、うん、絶対勝つ、ね、絶対勝つ、うん、ポイント数えててね、ちゃんと。よし、行こう。 OK、 どうぞ。なんて言うんやったっけこれ、なんやったっけな、なんたらフックじゃなかったっけ、なんやったなんやったっけ、スーパーパンストッパー、違います、そんなもっと関係ないな、フック、違います、カッター、あ、最初の文字言って、バーン、これわからん、バソン、これバリチャリティ、違います、バリンジャー、バリンジャー、バリバリストック、バリマリ、違います、え、これはわかんない、わからん、わからん、うん、正解、バッグクロージャ ー絶対わからんわ、ここまで出てる、嘘ついてる、こういう感じのもの、なるほど、バッグクロージャー、これ覚えたな、よっしゃよっしゃ、次お願いします。ぽい。ああ、これはもう一瞬わからなかった。どこ刺してるか。さあ、金魚って言いそうになった。よし、それ金魚。あんまこう近づきすぎんほうがいいな。どうぞ。百の箱。なんでやねん。もうなんでやねん、今俺言い切った俺の方が早かったやんけ。いや、そう、入り俺の方が早かったな。前はどうぞ。なんたらざら、うん、何だっけ、何だっけな、モノミ教一文字目だけ言ってくれ。シーです。シリンダー。違います。次だけ言って。いやです。主役。シャリ。シャリンダー。
違います。シャリシャリザラズ。シャリンザ。シャリンゼ。シャ。でも伸ばす脂肪入ります。シャー。シャーバー。シャー。シャービー。シャーケー。シャース。シャーティ。シャーサー。シャーイ。シャーニー。シャーウ。シャーサー。シャーモ。シャーキュー。シャーモ。シャス。シャモ。シャモ。シャーモ。正解で、正解はシャーレ。シャーレや。もう言うてたよ、俺絶対。俺言うてシャーレって。シャーレシャーレ。いきますね。どうぞ。プレパート。正解です。じゃあ今なんて俺。プレパート。今俺なんて。今俺なんてリードしてる。じゃあどうぞ。シェパード。完全に俺やったろ。いやこれジャンケジャンケ。いやいやジャンケよ。ジャンケジャンケ。今の全部 VR 見て。シェパード。シェパードシェパード。ユウスケさん。ずるないよ。これはでも。ユータボン勝ちみたいな。オッケー。どうぞ。ポメラニアン。正解です。これポメラニアンかこれ。どうぞ。メトロノーム。メトロノーム間違ったな今3連勝間違った今どこがやるメトロノームみたいなのいやメトロノームってしっかり言うたどうぞ何やったっけ何やったっけ何やったら持ってきてね何やったっけどうすねこれ何やったっけもうここまで来てんねん何やったっけななんかバインダーみたいなやつやねハイターワンロイターバーほとんど言ってたよな、ね、ハイターバンほとんどロイターバーロイターバーって言ってたよロイターバン今のロイターバンって言ってたよ4連勝やんなユースケで今外人劇どうぞサインポール正解ですサインポール出てくるだって天才ちゃんこれ10点ちゃんサインポールしてるなんてまあいいんでこれで、ね、マジ100点俺小宮山って言いそうになったそれ地元の散髪やこれサインポールって言えるのマジであいやいやそれは今が六本木で100人聞いてきてそれでやろうやどうぞ吹き戻し正解ですすごいこれ六本木でやってきてマジでこれを吹き戻して答えるさっきの23個答えたやつとやってくれの割合で取り付けよう恥ずかしいやろ恥ずかしいやろこれ六本木でこれなんて名前なんて使って聞くのガンブチされてる吹き戻しやんや吹き戻しなんとか部屋かなと思ったどうぞどこだ小田の村小田の村からはいこれなんかお手つきとこがいや大丈夫大丈夫とこが家康みたいな言えてるから大丈夫織田の村にハイスケートどうぞトートメディアス正解です津田今何連勝中怒涛の手足にどうぞゴロマルちょ待ってよ今の俺は完全に俺ちゃうゴロマルいやゴロ今のは同時やって今のでも VAR どう VAR ユースケさんの方が別に何やねんロイターバーってほとんど言ってたしさお前もロイターバーって言ってて懐かしいな五郎丸懐かしいどうぞ何やったっけどれ何やったっけネスミス J ちゃうネスミス J 何やったっけなんたらなんとか豊か全然シャーリック豊かみたいな。何やったっけな最初の前に。ジョイジョイジェイジェイジャイジャイやジョイジャイはギャンブル強いってやねんかジェイジョイジャイ3文字ですね。ゼロ正解です。ゼロね。ゼロ。どうぞ。なんたらちゃん。おたちゃん。じゃ。ね。なんたらちゃん。うん。なんとかじゃない。博士ちゃん。違うね。サブローちゃん。おこぼれちゃん。ねったっけ。おねだりちゃん。ね。
受験ちゃん、受験ちゃん。何やったっけな。4文字ですね、ちゃんの前の。おのぼりちゃん。ひでろう。の名字。ひでろうちゃん。坂本ちゃん。正解です。なんかさ、これさ、レベル、俺のサインポールと比べてやっぱりさ、いや、坂本ちゃんはちょっとレベルが低い。いやいや、これは六本木で聞いてほしい。だから聞く方が恥ずかしい。どうぞ。ネズミ先輩。正解です。めっちゃ好きやもんな、この年代の。いや、覚えてんの、これ。お前が学園で物まねしてたから。どうぞ。もう本場出てこないわ。最初の文字、最初の文字言ってもらう。うん、最初の文字。す、スーザーボーイ。スーザーボーイ。正解です。でもスーザーボーイって言ってて。どうぞ。はい、シャンプー。ちゃ、タトゥー。正解です。惜しかった。シャンプー分かれろ。でもどこがねえねシャンプーってなんかっぽいやん。どうぞ。西大サムラゴーチ。おお、サムラゴーチめちゃくちゃ早いやん。出す。どうぞ。アレハ。あー、くっそ。ササイノオカミ。先輩吉兆。正解です。ササイノオカミ。ササイノオカミ正解。あ、正解です。ササイノオカミって書いてある。懐かしい。池山心さん。池山素直そろそろ行くぞ。どうぞ。天使向かい。いや、天使半太郎。正解です。解明してやん。あ、そうなんや。どうぞ。津田君こと帯谷隆と津田君子。はい、正解です。全部言うたら、どちらも言う。そうやな、両方やな。がたきやってる。だ、これは脳の活性化ならよ。向こうのゾーン入った。もう変なこと。そして西田のふくらはぎ。どうぞ。おかんの演劇。町役者おかん。ねえね、町役者おかん。どうぞ。西田のふくらはぎ。これなんやね、覚えてるとかねえね。さっき言っていただいて大丈夫です。大阪マラソンの顔紫の西大。寿司を握ってる西大。どうぞ。正解です。ねえね、水に答えるやつね。もうええって毎回この西大の。もうええって西大の寿司。おっしゃ。次、マジックアワー西大。俺は水泳部の頃の細マッチョ西大。どうぞ。マジックアワー西大。マジックアワー、マジックアワー西大。名前まで当ててるやん。マジックアワー西大。なんやねん、マジックアワー西大。ミュージックライドオン。学生時代。もう何よ、古いね。お前は古いね。毎日のように俺の家に遊びに来てた。古いね、お前話が。毎日俺のおかんがご飯を作ってお前に食べさせてくれてた。でもお前は一回もごちそうさんって言わんかった。これなんでや。小さい。うちのおかんにごちそうさんまとめて一回言ってこらい。俺は確かにお前ん家に行っていた。でご飯も何回か食べさせてもらった。でもそんなに食べてない。すごい大きな卵焼きとか。見たことないぐらい大きな卵焼きあったな。あんなどうやって作んねん。お母さんの卵焼きめちゃくちゃ大きい。お母さんの卵焼き。
デコレーションケーキぐらいの卵焼き。あれどうやって食うねん。あれどうやって食うねん。なあ、一緒に言おう。一緒に言おう。すごい、こんなに大きい卵焼き。あれで育ったんや。それと、お前、俺の親父が死んだ時、死んだな。お通夜で来た時、来たけど、なんで葬式行こうかった。おがもう一緒に葬式は、葬式は。おげだよ、おがも。よしよ、ミュージック、ライドオン。西澤、お願いや。今日この場借りて、一緒に。お母さんにごちそうさんよ。そして親父に一緒に手合わそう。そうなったら新しいダイヤになると思うな。なるか、絶対に手合わ。お前、俺はお通夜にも行っている。その時ちゃんと手を合わしている。いやいや、な、小窓から顔、お顔も見た。ああ、すごいすごい顔色してた。それ知ってるから。それ知ってるから。すごい怖かった。すごい怖かった。人のおじいちゃんぐらい年取った男の人のあの顔は一番怖かった。それは、でも俺は眉を一つ動かさずに見た。俺はあの小窓からしっかり見たぞ。西澤、なんでそのお通夜行ってる。俺はお通夜に行ってる。ごちそうさんよ。俺はお前、そしてあんまりお母さん、あんな大きい、あんな大きい、こんな大きい卵焼きに、あのクレーさんに言おう。ケーキ、ごちそうさま。お母さん、ごちそうさまでした。知りました。お母さん、ごちそうさまでした。すごい大きい卵焼き、どうやって作ってるんですか。俺はあれで育ったんや。鶏飼うてんのか、お前は。鶏飼うて卵守ってる。俺はあれで育ったんや。こんな大きい卵焼き。言わないね。言わせてないよ、まだ。なんでごちそうさまで。卵焼きとそのね、死んだか死に顔をバカにしてんだぞ。お父さんの死に顔をバカにして。どうよ。お前の目標まだ達成できてないぞ。いけ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 。ミュージックライドオン。西澤、聞こえてるか。簡単な言葉、ごちそうさん。ごちそうさんせ。ごちそうさんせ。ごちそうさんせ。すごい大きな卵焼きに、俺はびっくりした。あんな大きな卵焼き。お母さん、お母さん、ごちそうさま。ワンホールぐらいのケーキ、卵焼き。あんた、二度とやめてください。卵焼きにとってやめてください。卵焼きと白いご飯。卵焼きと白いご飯で戦時中華。今日はごちそうさんを言うの。普通のやったら言うけど、あんな大きな黄色い真っ黄色の卵焼き。オーケー。やばい。頭痛い。腹痛。頭痛。卵焼きの話。あれもごちそうさま言えない。あれもびっくりして引きました。あれで育ったんです。オッケーオッケー、じゃあ拝んでもらおう。拝んでもらおう。切り替えよ。拝む方行こう。拝む方行こう。ミュージックライドオン。ごちそうさま諦めた。拝も一緒に拝もう。西様、簡単なことや。小仁田さんで拝もう。見て、こうするの。拝もう。拝もう。まずお通夜には俺はしっかりと言っている。そしてお前、小窓からお前の親父の顔も。すごい顔色してた。そりゃ死んでるからや。なんであんな、あんな友達に見せんな。あんな、お前が止めに入れ。お前が止めに入れ。いいよ、お前西澤見んでええよって。あんな人の親父のあんな顔を見せるな。なあ、おがもう一番怖かった。もう勝ちよ。オッケー。
拝まないね。なかなか本当に、ね、拝んでるっていうのがあるんだよね。だからね、はい、でお通夜にもちゃんと行ってましたし、これで僕は何もお通夜も何も言ってなかったら拝みます。なるほど。ただしっかりとあの時済ませました。そこも許してあげようよ。もういや、お葬式の日来てないし拝んでないんです。なんで2日間も行かなかんねん。まあまあそういうもんやん。日本ってそういうもんやん。もうちょっと時間もない、ね、だからどっちよ、どっち、本当にやってもらいたいのは、うん、ごちそうさまでした。これだけ行こう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 。ミュージックライドオン。頼む西さんは、もう本当に簡単なことや。ごちそうさんよ。お母さん今から言うからね。ごちそうさん。あんな大きな卵焼きをもう永遠に息子の友達に出すなんてどうかしてる。お前のおかんは普通唐揚げとかエビフライとかそんなやろ。あんな大きな卵焼き何威嚇してたんですか。見てよ、うちの息子威嚇してたんですか。あんな丸くて大きな変なおかずを出していた息子の友達に。その友達が今息子のネタを全部書いている。説明しようのない変なおかず。オッケー。すいません、変なおかずなんですよ。威嚇してたの。威嚇してたの。あんなでかすぎて、こんな大きな卵でかすぎて威嚇したわけね、まあ、パーティーグッズかなと。でもなんかいいものは見させてもらったよ。そうですね、うん、だってもう時間さえ許すんだったらもう何百回でも見たいね。ちぎれますよ。ごちそうさん、ごちそうさん。俺一生分言いましたよ、もうごちそうさんと。でね、はい、久々の感じするな。まあ月1やからね。もっと経つよ、ほんまだいぶ空いた気がする。がなんかすごいいろいろありすぎてさ。サッカーずっとやん、いろいろありすぎてサッカー。いやしさ、うん、いろいろあったね。まあまあまあいろいろあったよね。確かに本当に激動の1ヶ月、激突に。確かにな、なんかな、うん、脳みそがついてかい。まあ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 天気も変わったし、うん、確かにね、梅雨になったし。そうやね、確かに久々の晴れ間やで。うまやな、恐ろしい。なんか天気、ね、頭痛かったもん。ああ気圧の関係で。そう、俺もちょっとそれ感じ。俺あんまなかったんけど、うん、この晴れた日とこの雨の日やっぱ違うわ、こう乗り方が。いや違う、明らかに違うよね、やっぱり。グッてなんか重い。もうだって何、見た目もう空がもうドヨンとしてな、うん、鉛色みたいな色やから。怖い色して、気持ちもなんていうの、下がるよね。下がるし、なんやろうな、シャキッとせえへんというか、ね、シャキッとしにくい、空模様。でも乗り越えてこれよな、なんとかね、うん、皆さんにね届けるために笑顔をね、 ABC ラジオにやってまいりました。そういう気持ちよ。オープンカーに2人乗ってぐらいの気持ちでな来たよね。ほんまに、やっぱりまあまあその梅雨とかそういうのもあってやっぱり天気はねどうしても悪いし、でまた台風というか台風そういうのも来てましたんで、もう、台風の気圧がすごかったな。あ、そう、そんな感じるみたいな、持っていかれる台風に。そんなに合うんでぐらいのほんまにちょっと重かった、まあ、あ、これ重いわ。もうまあまあまあな、しんどかった。まあな、ね、抜けたらやっぱスッとした。ほんと、ああ、うん、それ何飲んでそれは何飲んでる。バスケの選手が飲むやつ。一番お前に飲んでるやろ、大リーガーとか。いや、その色ついたな、ピンク色のやつ飲んでるけど。これバスケ選手。何それ。バスケ選手が飲むやつ。いや、そのバスケ選手が飲むの、なんでお前が飲むの。かっこいいから。うん、色かっこいい。すごいな、ピンク色の。ピンク色のやつ飲んでる。ちょっとね、やっぱりちょっと、まあ、オンエアの時は違いますけど、うん、ちょっと台風というか、それで、大雨とかで新幹線がストップしたりとかして。名古屋駅の映像見た？なんかもうすごかったな。すーごかったよね。もう入りきってなかったやん。あれなんであんなんだっけ、なんか俺も噂段階でしか聞いてんやけど。何？なんか、日傘遅れてるやんか。うん、もう遅れたことに。止まってたよ。遅れたことに切れた、
おっちゃんみたいな乗客のおっちゃんが非常停止の名古屋で押したらしい、うん、それでより混雑起きたみたいな。なそれいつの話？昨日の昼間。ほらもう昨日の夕方くらい再開してる時に。そう再開してから一昨日止まってたよ完全に、うんうん、もう昨日動いたよ、うん、昨日から昼から動き出したみたいな。そうそう動き出してから止まってまたおっさんが腹立って、うん、でなんで止まってんだよって。そうでっていうの間違いない。違う俺もそれな確定ではないけどそういうふうな話がなるってなってて、うん、ほんでなんかそれで名古屋駅なんか誰も入れん。それがさもしほんまやとしたらさ、うん、どえらい考えのやつやな。いやもうすごいよ。やっと動いたのにこれ分からんねん。まだ。むちゃくちゃアホや。確定ではないけど。いや、俺もそれ。それ、だから余計それでさ、止まるわけっていうことやろ。実はお前が、見た。見たな。実はこれ定かじゃない、ね。ちょっと。あんまりそれが事実やとしたらで。事実やとしたらやで。うん、俺もこの噂。噂。何これ。久保田が言ってたから。久保田が言ってた。むちゃくちゃやん。トロさんも久保田が言ってたやつやから。うん。でもそれがもしほんまやとしたら。一番信用できんやつや。むちゃくちゃやな。いや、それほんまやとしたらやろ。うん。ありえへんろ。アホすぎるというか。うん、余計余計もう。いらんことすね。望んでたことと逆なってるやん。怒りすぎて。そう。切れすぎて。うん、腹立つ。それやったとなんかスッとしてるやろ、なんか。何度も言う。数分後でも後悔してんちゃう。どうえらいことしてもったって。いや、でもさ。うん。感情ぶつけられへんから。でも、まあ、そいつ何がしたいんだ事実やとしたらな。めちゃくちゃやな。そんなことがあったりとかさ、人のイライラが募るわけよ、ほんまに。ちょっと、それは、なんやろ。最大5時間くらいかかって言うからね。だってさ、それで止まって、前日止まってて、うん、で、再開したりでも、その前日行かれへんかった人とかが、もう、押し寄せてくるわけやから。そや。そらもう、ただでさえ、今多い時期やのに。うんそれはごった返すよね。昨日、うん、もうずっと新幹線の、うん、あの予約のやつあれやんか、うん、EX な、うん。ずっと入られんかった。もう。殺到してたってこと？もうアクセス集中して、うん、もう20分待ってくださいと。うん、で、無理。もうずっとそれ半日ぐらいやって、やっと夕方ぐらいかな、うん、に入れて、うん、で、今日のチケット取ったりとか。そう。あ、そうなんや、うん。ちょっと俺もだから、その泊まった日が NGK やって。ああ。帰りを動いたな。いや、動いてなかったよ。俺、たまで、なんか、やばそうやな、思って、見ててん、俺。うん、ネット、うん、新幹線状況、たまに。うん、ほな、なんか、岐阜羽島と、うん、どっかで、なんか、最初、停電になりましたみたいな。で、ちょっと遅延してます、みたいなって、うん、大丈夫かな、と思ってて、1時間後ぐらいにもう一回見たら、その、雨量が、うん、その、危険なあれにまで達したんで、うん、今、ちょっと、もう、運転ストップしてますってなったから、うん帰られへんってなって、ほんで、マネージャーがいたから、うん、飛行機、すぐ、で、飛行機動いてたから、飛行機動いてあれ飛行機動いてて、で、急遽飛行機で戻るみたいな。でもあれやったけどね、やっぱりその、混雑してるから、うん、羽田が、うん、なんかその、降りられへんからって、うん、着陸、だから、上空でずっと待って、ああ、嫌なやつや。順番もあって。うん、なんか結局45分ぐらい遅れて、着いたけど、でも飛んでたな。ああ、すごいね、飛行機な。意外と飛ぶからな。それで飛ぶんやと思って。意外と飛ぶよね。そう。なんか、不思議なもんで。そうやな。一番飛ばなさそうな。なんかね。感じやけど。そう。意外と飛んだりとか。一番安全って言うもんね、飛行機が。風向きとかもあるかもしれんな。なんかあるんやろな。お前なんか、そういうのが。あと、どこに向かうかとか。あ、まあな。うん、こっちから向こうに行くやつは無理やろ、ね。そう。で、まあ九州方面とかはもう結構なったりしてたから。不思議やね。なんとかね、うん。よかったけど、ほんま大変よね。乗ってて止まったらさ、どっか全然知らん場所でさ、降ろされてそこでホテル取るみたいなさ。最悪車中泊もあるからね。あるやん。なんか映ってたもん、ニュースで。うん、ここで止まった。どこやって、どっかの駅で止まって、で、そこでホテル探す人もおれば、うん、もう新幹線の中で、もういるっていう人もいるんで、自動販売機なんか長蛇の列で来てた。もうすぐ入れて飲み物買うんやろな、みんな。飲み物って大事じゃん。なんか挟ましいよな。俺そういう時はもうあえて買わへんわ。嘘つくね。一番にめちゃくちゃ買うやん。俺も買わんとこうやってぼーっとして。でも俺は、そんなんせんでもなんとかなるよ、つって。てか、みんなに行き渡るようにしましょうねって、俺やったら温度取るけど。
どう温度取ってどうするんですその後。いや、その、一人が買い占めんの。みんなに。買い占めんなよって。うん、みんなに。一人一本ずつね。そうそうそう。うん、ほんで、俺もし行けたらカレー作ってくるから。行けたらね。なんで行けへんかったらすんませんって。いや、それは正直ありがたいと思うで、カレー。それはめちゃくちゃ並ぶと思うで。ただやろもちろん。なんでお前その状況でただのカレー作んねん。お前 もし行けたら、ね、お前も困ってんのに。もし行けたらやけど、でもその、ね。お前がさ、他の近く乗ってさ、現れて、やったら分かる。お前も乗ってたやろ。なんでお前急にカレー作り出してみんなに振る舞ってんの。いや、そういう気持ちよ。ほんまに。どこで振る舞いたいな。どこでだってご飯とかもないわけやからさ。新幹線で。確かにな、トラックのあの、雪の止まってさ、みんなが差し入れするとかあったりするもんな。ああいうの助けやよね。ほんまほんま。悲しいよね。なんかな、うん、なんかそういう時になんか出るよね。人間性。人間性が。確かにそうやな。まあな。あの、まあまあ、イライラするけども、バッと押す人もおれば、なんか、な、ゆずそういうカレー作ろうという気持ちになる。まあな。確かにな。いろんな人がおるよね、ほんまに。まあ、そうやから世の中つうのはね。そうやな。いろいろあるわけで。いろんな、そういう人もおれば、逆の人もおるから回っていくんでしょうね。なあ、ほんまに。出てないよ。
8人前分だけで結構です。残りの8人前はサービスさせていただきます。サービス、ね、せっかく作ったんで。ねえ、出すとんねん。え？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 いや、俺一回ほぐしてからじゃない。ちょっと待って待って、え、岡本さんに直接言っちゃうの。器が出てしまってまして、当店の器は7つしかないです。やめてない。家でその直接入ってきたら気持ち悪い。それ大丈夫です。うちの岡本めちゃめちゃ綺麗なんですよ。毎日洗ってますんで。何や気持ち悪い。めちゃめちゃ綺麗なんです。バイトで岡本洗うだけのやつおるんですよ。岡本ってやつなんですよ。岡本が岡本洗ってんの。はい、腰めっちゃ笑ってますね。全然笑ってないよ。出せやもう。器あります。どんな店や。俺やだいぶ固なってるんでね。どんな店か固まってんの。昨日のなんで。ほんならもう来いや。何で行かれかしてんのお前。閉店の時間になったんで帰りますしね。でも作るのは昨日作ったやつ。作り直せ。え、こうやって え、こうやって切れてんの。切れてる。ええ、切れてるやん。ちょっとこいつ、すごいな。ちょっと多いな。急に前なんね。チャーハンも好きなんですね。お前間違ったな。9は初めてでした。厨房で話題になってました。9は初めて。多分変なお客さんやろうから気をつけて言われました。変なお客さんでした。我慢せえよ。何全部言うてんのこいつ。家臭いですね。すごい家が臭いから。どういう感情じゃん、俺、さっきから。怖かったんです。え、家臭いなと思って。お前、怖いわ。今で行ったお家の中で一番家が臭いです。その臭いってどうすんの。でも仕事やから、僕の。あ、手つこてる。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 最後はね。最後はね。大丈夫です。僕手めちゃめちゃ綺麗なんですよ。そういうことでちゃう。この間店でね、誰の手が一番綺麗かって検査あって。検査僕の手が一番綺麗やったんです。どんな人生ですか。ただただ店長が匂ってだけなんですよ。店長の僕の手が一番無臭やったんですよ。誰なの。一番汚かったあの岡野氏なんですけど。ちょ、待てよ。どこ呼んでんのこれ。岡野氏、癖でね、すぐに肛門触るようですよ。やめさせ。やめさせ、もうすぐに。でも岡野氏は徳井さんの息子さんやから。岡野氏めちゃめちゃええやつなんです。ほら、待てよ。岡野氏めちゃめちゃ男前なんです。男前なの。でもすぐ肛門触った。岡野氏ハーフなんです。ハーフ。男前でもすぐ肛門触った。何そいつ。もったいな。言うてね、肛門触らねえって。もったいな、言うてねえ。それは岡野氏しょっちゅううんこ行けるんです。全体うんこついてる。肛門触る全体うんこついてる。ついてます。ついてないか。添えてます。添えてた。添えてた。添えた。200円アップです。ちっちゃい。ここから取った。何でかくて。すごい。なんでこいつずっと手伝ってるし。爪の間に入った。多分チャーシューです。茶色いんで。期間限定のアイスっていうのをちょっとまあこういうとりあえずラインナップ食べたやつ。ミルクミルクバニラこれ、うん、全然反対反対全然こここれお前でもこんなん好きやん。これとかマンゴー好きやろ。いやでも決めんない。いや俺もこれ食べたかった。でもジャンキーやすんだそれでいいやん。いや これ好きやろ。お前もそれやめてくれや。いつもさ。じゃあほなじゃんけんしょ。じゃんけん最初はグーじゃんけん。お前覚えた。もう対抗さかも。もうテレビで動かへんことやで。俺ほなメロン。あでもメロンも美味しい。メロンソーダ行こうかな。いやそれメロンでほな書いてあるわ。これ食べよ。俺メロンでいいよ。
いやこっちがよくなってるの。あでも俺この桃でもええかな。桃いこう。あー S やな。うわ見てすげえ。いや飛ばすね。おいしそう。あ、やらかやらこ。あ、やらこ。うんうん、おいしい。今までのこういうやつってちょっと硬かったんよ。まあこれ時間が経ってるからやらかあ、そういう感じ。溶けてるってこと。そうそう。もう桃やん。桃ここにある感じ、ほんまに。アイス感ないわ。うえ、桃すげえ。桃中に桃が入ってるじゃん。これ自体がもう桃やん。え、何これ。めっちゃすげえねんけど、桃をちょっと凍らして食べてるような感じ。そんなに。何これ、めっちゃうまい。びっくりした俺初めてや。こんなの桃やん。卵って言われじゃん。いやそれ聞いてからやん。いやこの同じ系統2種類同じやつが食べるなんか見たことないやろ。びっくりする。いや、あっしてんねん。ちょっとびっくりやわ。うまっ。おいしい。あ、後味うまっ。めっちゃおいしいこれ。いや全部うまいねんけど。全部うまいねんけどってこれしか食べてんけど。テクニックなさ。お前とにかく受けへん。この完熟マンゴーがもうめっちゃヒットしてねて、うん、だからこのシリーズ桃が出てきたって。おかんの食べ方昔おかん、うん、腹立った。見ててペロッといかへんねん。そのタイプの、そのタイプをどうやって食べるの、ね、普通そうなんだ。それってこれの食べ方。左手こうやって。これの。左手こうやっていつもさ。腹腹立ってね。やってそんなことだって。やってたよな。知れ。お前俺のお母さん。アイス食ってる。腹立つ。腹立つ。俺が言うのはええねん。めちゃくちゃ腹立つ。俺が言うのはええねん。お前言うの。左手ついてた。うん、普通それペロって舐めるもんな。あ、そう。聞いてかへん。うん。なんで歯むき出し火事に貼ったっつか。俺が言うなよ。あいつやろ。貼ったっめちゃくちゃ美味しい。メロンソーダ言ってや。もうでも歯パンパンやねんな。お前そもそもすっごい食ってないっけ。入らんねん、もう腹パン。お前、それでは、それではもう勝負できんぞ。お腹いっぱいやってすぐ言っていっぱい食べるキャラ。腹パンパン。あれ、吉ゼミで懲りたやろ、お前。腹パンパン。あ、なんか、かき氷の中にバニラ、クリームが入ってる。ものすごい。めちゃくちゃ、うわすごい。あのソーダ感もめっちゃある。あ、そう。かき氷シュワシュワする。するする。嘘。ほんまに。シュワシュワせんやろ。ほんまほんま。シュワシュワするの。する。あ、ちょっと特殊なかき氷しちゃうかな。うまっ。なんかドンパチ入ってんのかな。いや、ドンパチでもあれはもっとパチパチな。ドンパチせんみたいな。うまっ。これちょっとびっくり。あの技術がすごいわ。そうやな。うん、もうだってほんまにメロンソーダをかき氷にしてるもん。いやこれ、いや楽しみやな。めちゃめちゃうまい。今年の夏どれ食べようかな。そうだからちょっとね、あのいろんな、まあ、これ以外もあるし、あのいろんなアイスあるんで、ぜひ皆さん気になったやつの、うん、
美味しい。今もその食べ方してるの。いや最近見てへんもんだって。最近おかんがアイスクリーム食べてるあんま見えへんやろおかんがアイスクリーム食べてるよでもそれでも見た時そう注意するの。え注意してたそう。ちっちゃい時今やったらできるけど、うん、それちっちゃい時やったからさ何も言わずにただただ嫌やなと思った。変な食べ方してるな。他のお母さん綺麗に他のお母さん、他のお母さん綺麗に食べてる僕のお母さんが何の食べ方だめっちゃ言っちゃって言わない言ったらあかんと思ってたあー美味しい。他の人もだから思ってあったやろなあー美味しいとか、はー冷た言うな、はー冷たそれは冷たいね、それアイスやからお前のお顔見よりたくてもうええわ。おいしいわ。もうええわ。ごちそうさん。ミュージックライドオン。学生時代。もう何を。古いね。お前は古いね。毎日のように俺の家に遊びに来てた。古いねお前の話が。毎日俺のおかんがご飯を作ってお前に食べさせてくれてた。でもお前は一回もごちそうさんって言わんかった。これなんてや小さい。うちのお母にごちそうさんまとめて一回言ってくれ。俺は確かにお前ん家に行っていた。でご飯も何回か食べさせてもらった。でもそんなに食べてない。すごい大きな卵焼きとか見たことないぐらい大きな卵焼きあったな。あんなどうやって作んねん。あれどうやって作んねん。めちゃくちゃ大きい。お母さんの料理や大きな卵焼き。デコレーションケーキぐらいの卵焼き。あれで俺もそのやん。ごちそうさん言うてくれ。あれどうやって食うねん。ごちそうさん言うてくれ。一緒に言おう。すごいごちそうさん言うてくれ。あれで育ったんや。それとお前俺の親父が死んだ時。死んだな。お通夜に来た時来たけどなんで葬式こうかった。おがもう一緒におがもう葬式は葬式はおげでおがもう合唱ミュージックライドオン。西澤お願いや今日このばかりて一緒にお母さんにごちそうさん言おう。そして親父に一緒に手合わそう。そうなったら新しいダイヤになると思うな。なるか。絶対に手合わ。お前俺はお通夜にも行っている。その時ちゃんと手を合わしている。いやいやな、小窓から顔お顔も見た。ああすごいすごい顔色してた。それ知ってるから。それ知ってるからや。すごい怖かった。すごい怖かった。人のおじいちゃんぐらい年取った男の人のあの顔は一番怖かった。でも俺は眉を一つ動かさずに見た。俺はあの小窓からしっかり見たぞ。なんでそんなお通夜行ってる。俺はお通夜に行ってる。俺はお前のそしてあんな大きいこんな大きい卵焼きに俺はクレーションに言おう。ケーキごちそうさま。お母さんごちそうさまでした。知りました。お母さんごちそうさまでした。すごい大きい卵焼きどうやって作ってるんですか。俺はあれで育ったんや。ニワトリ買うてんのかお前は。ニワトリ買うて卵余ってる。俺はあれで育ったんや。こんな大きい卵焼き言わないね。言わせてないよまだ。なんでごちそうさまで卵焼きとそのねえ死んだか死に顔をバカにしてんだぞ。お父さんの死に顔をバカにしてどうよ。お前の目標まだ達成できてないぞ。いけ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 。ミュージックライドオン。西澤聞こえてるか。簡単な言葉ごちそうさん。ごちそうさんせごちそうさんせごちそうさんせ。すごい大きな卵焼きに俺はびっくりした。あんな大きな卵焼きお母さんお母さんごちそうさまワンホールぐらいのケーキ卵焼きあんた二度とやるで。
ください。あなたまで切り取ってやめてください。卵焼きと白いご飯、卵焼きと白いご飯で戦時中華。今日はごちそうさんを言うの。普通のやったら言うけど、あんな大きな黄色い真っ黄色の卵焼き。オーケー。やばい。頭痛。その卵焼きの話、あれもごちそうさま言えない、あれもびっくりして引きました。あれで育ったんです。オッケー、じゃあ拝んでもらおう、拝んでもらおう、切り替えよう、拝む方行こう、拝む方行こう。ミュージックライドオン。ごちそうさま諦めた。拝も一緒に拝もう。リス様、簡単なことや、声に出さんで、拝もう。見て、こうするの、拝もう、拝もう。まずお通夜には俺はしっかりと言っている。そしてお前、小窓からお前の親父の顔も。すごい顔色してた。そりゃ吸いてるからや。なんであんなを友達に見せんな。あんなお前が止めに入れ、お前が止めに入れ、いいよお前西澤見んでええよって。あんな人の親父のあんな顔を見せるな。なあ、おがもう一番怖かった。もうガチや。オッケー。拝まないね。なかなか本当に、ね、拝んでるっていうのがあるんだよね。だからね、はい、でお通夜にもちゃんと行ってましたし、これで僕は何もお通夜も何も言ってなかったら拝みます。なるほど。ただしっかりとあの時済ませまして、だそこも許してあげようよ。もういや、お葬式の日来てないし拝んでないんです。なんで2日間も行かなかんねん。まあまあそういうもんやん。日本ってそういうもんやん。もうちょっと時間もない、ね、だそれどっちよ、どっち、本当にやってもらいたいの、うん、ごちそうさまでした。これだけ、行こう行こう、ミュージックライドオン。頼む西さま、もう本当に簡単なことや。ごちそうさん言おう。お母さん今から言うからね。ごちそうさん。あんな大きな卵焼きをもう永遠に息子の友達に出すなんてどうかしてる。お前のおかんは普通唐揚げとかエビフライとかそんなやろ。あんな大きな卵焼き何威嚇してたんですか。似てえよ、うちの息子を威嚇してたんですか。あんな丸くて大きな変なおかずを出していた息子の友達に。その友達が今息子のネタを全部書いている。説明しようのない変なおかず。オッケー。全然違う。変なおかずなんです。威嚇してたの。威嚇してたの。でかすぎて。こんな大きな卵。でかすぎて威嚇したわけね。パーティーグッズかなと。でもなんかいいものは見させてもらったよ。そうですね。だってもう時間さえ許すんだったらもう何百回でも見たい。ちぎれますよ。ごちそうさん、ごちそうさん、俺一生分言いましたよ、もうごちそうさんと。お前さ、はいはい、まあ、中学からの付き合いでずっと知ってるけど、うん、あとなんかお前そのファッションセンスもすごいダサくて、前一個だけ気になったの言わせてもらっていい、うん、すごい昔チビティが流行った時、うん、お前なんか体の血がうっ血するぐらいのチビティ着てたやろ。あれはめちゃくちゃダサかったから、あれはやめるべきやな、うん、じゃあ言わせてくれ西澤、お前もう何歳まで刈り上げで続けるつもりや。一時ひどかった時はこれぐらいまで刈り上げしてる時やったよな。俺怖かってん、お前が散髪行くたびにもうここまで刈り上げてくるんだ、神様にお祈りしてた。でもお前はここまで刈り上げてきてきた。あれは俺に対するパワハラやよ。お前は、うん、俺は違う、ここまで刈り上げてんじゃない、うん、ここを残してるだけや。だからその発想が逆なんや。あとお前は、お前は大体高校に落ちている。それは今関係ない。こいつは家庭教師を雇ってもらっていたのに高校に落ちています。はい、高校に落ちた。一番の親不孝です。でも考えてくれ、これは一番の親不孝。はい、
それまでにお前はいつも毎日俺の家に来てた。ほんで毎日俺のお母のご飯を食べていた。そっちはお前は聞いてない。俺はまだ聞いてない。そう、お母に対するごちそうさまミュージックライド。言わしてもらうけど、あれは俺は一回も作ってくれてお願いしたことはない。お前のおかんが勝手に持ってきて、それに息子の友達にお前が出してき、お前のおかんが出してきたご飯、こんな大きな卵焼き真っ黄色の、初めて見たデコレーションケーキ、こんな大きな卵焼き、あんな友達に出すなよ。息子の友達にびっくりした。いつも俺の誕生日、あれは帰れってことですか。兄貴の誕生日、あれは親父の誕生日、大事な誕生日、あれは帰れってことやろ。帰ってくれた、あれは友達の真っ黄色のこんな大きな卵焼き、それもお前に要素を食べさせた。デコレーションケーキみたいな、初めて見ました。あんな細くて短い、あれは甘エビフライは、あれは甘エビを揚げている。甘エビなんか揚げてない。あれはお前のおかんは甘エビを揚げている。甘エビなんか揚げてない。こんな短いエビフライ、僕の誕生日、こんな真ん中のお兄ちゃん、目がおかしくなりました。お父さんの誕生日、目がおかしくなりました。作られました。大事な卵焼きだったんですね。卵焼き、何ですか毎回出てくるこんなでっかい卵焼きは。こんな、何ですか、どうやって焼いてるんですか。こんな大きな卵焼き、でも新しいの出てきたね、甘い、うん、こんな小さいエビフライ、そんなエビフライ、すごい短いエビフライ、甘エビを揚げています。ミュージックライドゆうすけ、あとおかん、あとなんや、あとおかん、お前のおかんは昔から知ってるけど、最近久々に見た、昔は滑覆良くてすごい可愛らしいおかんやったけど、えらい痩せてはって、体全身が逆三角形みたいになってて、足があんな細なって、あんな上はごついのにあんな足が細なって、大丈夫か、あんな足が細なってた。おかんは毎朝5時に宅急便でまだバイトしてる。毎日働いて、そう痩せる、70超えて、もうやめさせてあげろ、やめさせてあげて。ほんでやめさせてあげろ。ほんでもういっぱいの卵焼きを作らしてあげろ。こんな大きな、作りたい、食べたい、あんな大きな卵焼き、今度行こう、そして行こう、親父の、それはお前の親父には何も言うことはない。俺の親父、まず俺の親父に手合わせてくれ。それは知りません。お前の親父は、まずはお前の親父は、お前の親父には何も言うことはない。お前の親父には何も言うことはない。俺はちゃんと言った。通夜にだけ来て、お通夜に行った。そう、通夜に行っただけやろ。葬式は散髪を予約してたんやろ。はーい。ミュージックライダー。いける。一回でいい。親父に。手を合わせてくれ。親父に、俺はお通夜にもちゃんと言った。お父さん言ってくれ。どっちが先でもいい。俺はお通夜にもちゃんと言った。そしてお通夜で、あの棺の小窓から顔も見た。あんな怖いのお友達に見せるな。昔知ってるお父さんがあんな真っ白なってる。それは死んだから。なんであんなに真っ白やったんや。死んだからや。死んだら死んだ。二度と固なるよ。鼻に白いの入ってた。なんで鼻に白いの入ってた。なんか出るからよ。白い綿が入ってた。お前は頼む。お前言うとく、お前の親父に言うことは何もないんや。もう俺は十分に言ってるし、お母が謝りに来い。俺にあんな大きな卵焼きを出すごめんと。びっくりして、あんな、おかんは近所の人に言われてる、あんたの相方さんはごちそうさんも言わんのかって。あー、変わってます。
よっぽど痛かったんだねこれがね。やっぱこれだけは引っかかってんだ ね。何回やってもやっぱ言ってないっていうのはやっぱ、お母さんあんま気にしてないんですか。お母さんはバイト先で近所の人にあんたの相方さんはごちそうさん言わへんかったあれほんまかとYouTube であれいっぱい流れてますよって言ってた。すごい再生回数いってたらしい。怖かった、あんな大きなたこ焼きとあんな短いエビフライ。ミュージックライド滋賀県は、俺は視覚が目がおかしくなっちゃうかと思った。甘エビをあげていたお前のおかんは、こいつのおかんは甘エビをあげてそれをぶっ殺る友達にしてエビフライがそれって浮かしていた。それをおかんは一生懸命あげたの。あんなもんをエビフライと言って出していた。エビフライと言って出して、お前のエビフライ。やってない。簡単な言葉、魔法の言葉、ごちそうさん。あれは無理や。それでは俺は言う余裕は、あんな怖いのは、俺は怖い思い出やと思って、あれは入ってる。二度と嫌や、あれは。お前のおかんが俺に謝りに行こう。お前のおかんが俺に謝らせ。あんな、あんな大きな、あんな大きな、卵焼きと、ゾンビ1時間エビフライ。3.5センチでした。殻も入れて、いっぱいいっぱいあげてくれたの。パクパク食べた。びっくりした。いやすごかったね。天ぷらにして。ああもうちょっともうダメだこれ。いやすごかった。ごちそうさんだけは言ってほしいんですよ。今日も完結無理やり出してこられたんで、それはなんかもう僕もバカにされてるのかなと。昔のことじゃないこの話って、ね、もうお互い許し合えないのここは。ごちそうさんだけは言ってほしいんですよ。いやいやそれはなんか今日も完結無理やり出してこられたんで、それはなんかもう僕もバカにされてるのかなと思って、 あんな身が糸ぐらいやったんですよ。それは糸あげてんのかなと思ったんですけど、糸あげてる、パクパク食べてたや、糸あげてたな、あれはお前のおかんは。糸あげでこんな大きな卵焼き。いや溜まってることなんかないでしょ。ねえ、やばいほどありますよ。ああそう。ない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 。マサさん西田君の方分かるよ。はい、あなたにはないでしょ。ありますよ。ないよ。イエスマン、イエスマンじゃない。何がイエスマンなんですか。ノーマンですよ。ノーマン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 。ないってこと？今のとかも溜まってます。また溜まっちゃった。はい、もうほんまにもう倒しますよ。倒しに来ました。主導権僕が握るために来ましたもん今回。おお、まあ、仲良くなるためだからね目標は。はい、そうです。最終的にはね潰すためじゃないよ。最終的に主導権握る、そうなってそうなって最終的には仲良くなるんですよ。趣旨も分かってないです。主導権握るためって言いましたよ。じゃあ津田君の方行くわけね。どっちから行く。どっち。いやだからあるんですよ。なんかたまってるから、俺から行かせろみたいな。俺から行かせろってなればいいんだ。俺行っとりましょ。いやいや勢いはあんだけどさ、一回休み、一回ゆっくりしましょうよ。これ先行者津田さんで、オッケー、ここ西田さんで、はい、それではミュージックライドオン。はい、西田は今日は言わせてもらうよ。まずはタクシーの乗り方。二人でいつも乗るとき、お前は助手席の後ろに絶対乗ってる。いつもその場所から動かへん。俺が先乗るときはそら奥行くよ、そらわかる。でもお前が先乗ってるとき、なんで動かへんの。ちょっとぐらい奥詰めといてくれたらええやん。いつも俺こう回ってこっちから、こっちは自動で開かへんやん。ほんでこっち車ビュンビュン通るやん、危ないやん。やん。まず緊張してんのか。あら、お前はいつも言うよ。緊張すな。なあ、あんた女言わしてもらって、お前は私服がダサすぎる。なんか一回チビティ流行った時、お前体の血止まりそうなぐらい小さいチビティ着とったやろ。流行ってたから顔紫色にして大阪のナンバー歩いとったやろ。やめろ、ったか、めちゃくちゃダサかって。流行ったか。オッケー。はい、終わりです。もうすっきりしたらこれで。いやいや、まだまだいっぱいありますもん。じゃあ行こうか。じゃあ行っちゃいましょう。ミュージックライドオン。おい西澤。なんや。楽屋変や。今言った。楽屋の弁当。お前いつも食ってるけど、なんで
リ言うねん。何食ってもコリコリ。俺も一生の弁当見てる。コリコリになるもの生入ってない。はい。いや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 、終わりか。それお前なんかたまに言うけど全然もうピンとけえへんねん。意味わからん、二度と言うなそれ。コリコリ意味わからんから。コリコリ言ってる。お前もあるぞ。お前は、お前はまず何もしてない。してる。ネタも 500% 俺が書いている。そやのにお前は楽屋で大きい方のソファーに座っている。早く来たから。あれお前絶対やめろ。お前が大きい方のソファーに座ることは1ミリもない。お前は誰よりも疲れてない。お前はその楽屋の中で一番小さい、一番硬い椅子に座れ。かっこいい、かっこいい。決まったね最後。いや叩き荒れてるけど。ダメが叩き荒れか。計算しとんねん、計算しとんねん。いやいや、ちゃんと計算でやってるんでしょそれも。どうだった？もう西澤さんめちゃくちゃかっこよくて最後決まってましたね。はい、ありがとうございます。もうないんでしょ。もうないでしょ。ありますわい。なんか溜まってたっていう割にはなんかそんな乗り物じゃない話だから。ちょっとした話じゃないですか。いやいや、まだまだいっぱいありますよ。あ、そう言ったらねえかい。声量と内容が伴ってないんだよ。行きましょう。ミュージックライドオン。どうや西澤、今年40過ぎて初めて東京進出。でもどうやお前はブクブク太って、しかも最近すっごいハゲてきてる。ちょっと前まで大丈夫やったな思った。でも最近お前の背中越し見た時、ここすっごいハゲてる。そんなすっごいハゲてるやつをあかんと、なんとかしてくれ。早急になんとかしてくれ。何の内容もね。今食べてるっていうだけでしょ。今早急にクリニックに通っている。半年待て。半年後や、半年後は真っ黒になってる。お前な、ほんならお前はいつも入り時間、いつもお前は早く来すぎてんねん。めちゃくちゃ入りが早い。そんなな、入り通りに来い。お前が早く来ることで俺が入り通りに入ってんのに、俺がなんか遅れてるみたいなんだ。なあ、ほんでお前はめちゃくちゃ早く入って本番大滑りして帰るときあるやん。あれはあれはあれは何や。早く入ったやったらせめて受けろ。早く入って大滑りしているお前は。そんなことない。お前は何、その間何してるんや。ただただ緊張してるんか。こいつは早く入って大滑りをしている。いいね、いいね、いいよいいよ。こいつは大滑りしている。すぐ来る、5分遅く来る。ここに落ちています。こいつはこいつは遅れてくるときさっきと思ったのか。ラップだから。ここはびっくりしちゃいます。手出しちゃダメよ。ちょっと熱くなってきてる。あ、ちょっと2段階きましたね。やっと火がついてきたね。カチンときた。そのカチンときました。早く来ることを指摘されたから。そうです、こいつもこいつはちょっとだけ遅れてくるんです。それなのに、なんで俺だけ遅れてくるんです。無駄に早いんですよ。現場に早く入って本番一言も喋らずに帰ったりする。そんなことない。何のために早入っとんねん。行こう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 。何のために早入っとんねん、クソが。お前はいつもネタ書いてる、ネタ書いてるって言うんだけど、どうですか、どうですか、ここ最近そんなにネタ書いてますか。死んでた年間2、3本やないですか。そんな全部書いてる、おかしいってないですか。実際に3本書いてる。お前何もしてない。お前は俺の全部書いたやつをそのまま言っている。台本もツッコミのとことかも書いている。お前はツッコミすらツッコミすらオリジナルとかない。お前はラップじゃねえじゃん。ダメよダメよ。クイズこれはちょっと二人がおかしくなってきたね。ちょっと今ゲハクソで水分取れてじゃあ一回ちょっと休憩しよう。ああ、ちょっと一回クールで。いいですよ、水飲むなりね。ちょっと休んでくださいよ。あらす。水飲んでもお前調子一緒やろ。かまたるわ。ちゃんと水飲んだ。めっちゃ飲むじゃないですか。めっちゃ飲むじゃないですか。やばい。相当だ。ミュージックライドオン。
西澤、お前もう40も過ぎていつまで独身やっていくつもりや、女とかもらんのか、持たへんのか、どうなってんねん、はぁ。もうマジでなくなってるやん。お前なんかさっき俺ネタ全然書いてへんとか言ったけど、今まで18年間全部俺がずっとネタ書いてきてる。一回俺は単独ライブの2日前に入院、体調壊して入院したこともある。その時も俺は40度以上熱があるのに病室でネタを書き上げた。でもお前はその時何してたかっていうと、お前は風俗に行っていた。あら、これは最悪やなあ。はあ、ほんで本番、あれ本番めちゃくちゃ噛んでめちゃくちゃ飛ばして、はあ、なあ、お前は死ね。言い過ぎたよ。お前は今すぐ死ね。死んだら困るはずやぞ。困らへん、困らへん、死ね。オッケー、死ね。もう完全になくなってました。そう、ないよね、完全に。ゆめさんどうですかこれ。そうですね、もう完全にただの心配で、ねえ、ディスる感じではないよね、うん、全くないし、西澤さんに言われた時はもう何も言えなくなっちゃってましたね。普通の心配でしょ。そうね、普通の40過ぎて。いや、ディスってるんですよ。いや、ディスる感じではなかったけどね。さっきいいとこまで行ってたからさ、okay. クールダウンしてさ、本当にクールダウンしちゃったよ。オッケーオッケーオッケー、ほっとかなくちゃいけない、okay. ほった上での上げていってほしい。最初からね。最初からになっちゃうから。オッケー。あるのね。あります。あります。あるのね。あります。自家製レフトさんですね、ダイヤのお二人、スタッフの皆さん、こんばんは。私は今飲食店のホールスタッフとしてバイトしているのですが、先月年末でお客さんが満員の夜にバチンと突然ブレーカーが落ち停電になるというハプニングが起きました、うん、極度のパニック状態に陥った私は明かりがつくまでのことをほとんど覚えていません、うん、ダイヤさんのお二人はアルバイトでパニックに陥ったことはありますかと。覚えてない、明かりがつくまでのこと。相当パニックしてたやん。そんなパニックなる。だいたいみんなおるやろ。バチンって音したやろ、うん、だいたい想像つくやつ。そうやな、シャーってなったんかな。まあ怖かったじゃあ、うん、へえ。バイトでね、バイトね、パニック、パニックは、うん、そんなないかな。あ、でもまあ俺も昔何その喫茶店みたいなとこでバイトした時、うんにカレーセットっていうのがあって、うん、そのちょっと慣れてきたぐらいやった俺、うん、カレーセットはカレーと、うん、あと言うたらもうエビフライとかの、うん、なんかフライがのった大きい言うたら大きい皿が2つやね、うん、でそれがこの大きいお盆みたいのに乗って、うん、カレーセットや、うん、でめっちゃ忙しい時にそのカレーセット俺慣れてきたから、両 片手で、うん、だから2個持つみたいな、片手で1個持って、おっきいねお盆が、おでもう片手で1個持って、おでそれ運ぼうとして、振り向いた瞬間に柱があった、でそれでガガーンってこぼした、で俺が慣れてきたぐらいやったから、調子普通やったら1個ずついくねんけど、調子乗って2つ持ってガシャーンってなった時は、なんやろ、パニックなってん、パニックなってるか焦ってん、けどそれをどうにか女の1個上の先輩のバイトの人がおったから、うん、なんとか焦ってないように見せる、うん、それに必死やったね、うん、なんかそのめっちゃ焦ったけど、もうみんな客もいっぱいおるし、うん、ガガーン言うてるし、どうしたカレーセットできたばっかりのカレーセット俺こぼしてるから、ね、うん、でなんかしばらくなんかこう立ってるみたいな。一番やったら動かれ一番やったらなんか焦ってるから心では、まあ、どうしよう、あと押し込まらせたけどちょほらすぐその1個上の女の先輩の人がすぐ吹きに来てくれ。大丈夫、全部任しきる、ずっと立ちつく。一番やったら楽やん、童貞みたいな、泣きそうだな、 目だけ真っ赤くなってて。泣きそう、泣きそう、見ながら目パチパチ。でも焦るよ、焦るね、うん、なんか喫茶店でバイトしてもなんかあったもん、なんか注文がようわからんかった時、なんて、なんか独特の客がなんて言うたんかってこと、うん、なんて言ってんみたいな、分からんけど、うん、なんかそのまま言うてまうみたいなさ。あせねえ。そうなんかあったもん、でうな重とかさ、喫茶店でうな重、でそれでトマ重って言われて、トマトジュースをな、そうあんでうな重って聞こえたってこと、そうでなんか厨房見てうな重ワンですとかさ。あれへんしな、喫茶店なんそれ、うん、あったりとかそれなんねん、あるな、ウインナーとか言われて、みんなコーヒー分からへん、ね、うん、なんの何知らんからな、
ウィナー1です。でもそれでも通るんちゃう？通ってウィン、なんか呼び方ちゃうかって、ちゃんと、なんかどっちとか言われて、うん、どっちシャウエッセンですとかってこと。ウィンナーコーヒーとか、なんかウィンナーなんかがもうあってんよ。あったんや。うん、だから、ウィンナー1ですって言ったけど、うん、どっちやって。あのお客さん、どっちですか？コーヒーやウインナーコーヒーのどっちですかみたいな。いやもうどっちですかってウインナーどっちですか。もう分かってへんから。分からへん。もう何のこっちゃ分からへん。どっちですかしか。ウインナーコーヒーっていうそうもう、うん、映画浮かんでへんから。わけ分からんの頼んどるんこいつ思って。なんせだからどっちやって言われてるから。そう。お前もう分かってへんからどっちやでどっちですか。でコーヒーやって言われて。はい。コーヒー出す。はい出てきてこんなんあったやん。すごい美味しそうと思って。頭の中でもそれしか思ってへんこれ。まあ、ウインナーやから分からへんから。ほんまに分からへんから。マジでウインナーとコーヒーでセットみたいな感じ想像してウインナーコーヒーすごい美味しそうな出てきた生クリームみたいなのってるそう生クリームたっぷりのってる美味しそういやその当時あんまウインナーコーヒーとかなかったでもさ喫茶店で行ったらさメニューとか見てたら大体あこんなんあるんやとかさ、うん、あるやん分かるけどなんか、うん、そんなあったでなんかそんなレモン紅茶とかな、うん頼む人とかおってさ、うん、なんかこんな押すやつに出て あれを出された時に、うん、知らんからさ、うん、何これどうしたらいいどうしたらいい、ね、次に行ってこのまま持っていったんやんかと思ったずっとお客さんのこうなんか遠くから見てたどうやって飲むでなんか押してはるあなんか押すんかそれ俺これでさジム入って言うてんか入会してさ初めてな行ってんけど店員さんがいいひんね時間的になほんで、あれ行って、張り切って、うん、もう操作全然分からへんね、全部。マシーンのな。あら、恥ずかしいな。うん、どうやっていいか分からんからさ、ちょっとな、人も少なかったんか、うん。ほんで、一個で、ちょっとあれでもやって、大体分かって、ほんで、器具一個、腹筋のマシーンみたいなな、うん。俺、一生懸命バーやって、うん、ほんで、違うマシーンやって、女の人がやったんけど、うん、全然違う付き合い方してた。足入れたらあかんとこに俺足入れてたし、持ったらあかんとこ持ってたし、なんかもう、それでも乾かなって、なんか俺、それで帰ったもんねいやでもついてもらうの分からへんしなせやねん教えてもらわなそう、うん、で他のあれちょっと YouTube で調べてって、うん、そこのジムの中あったから、うん、でだいたい使い方分かってんけどその腹筋のやつだけ分からんかって、うん、でもまあまあまあだいたい想像通りやったらいけるもんでも全然ちゃうかった女の人、うん、あれ焦った恥ずかしいあれでもなんか1日だけぐらいあれずっとつけたらやっぱりその分お金発生するやんかなんかトレーナーさんみたいなついてもらって俺そんなんないと思ういてはれへんのいてるんやけどなんかそんなん教えてくれるぐらい前やと思う使い方あそうなんやもう用意しない俺も一回しか言ってか分からない俺もなんか最初、うん、俺も昔ジム行った時最初はそんな自分のやつでやってた、うん、ほんならなんか知り合いのスタッフさんがいてて、うんうん、でその人方はトレーナーさんみたいにつけてやってて、うんうん、あ一段もやってもたらええねあつけてよ、うんあれだすとか言ってつけたらやっぱお金かかるからその分トレーナー料みたいな一回その人がなんか来てやってくれたこれはこうですメニュー全部言ってくれたあその知り合いのスタッフさんについてある人だからサービスで優しいと思って、うん、全部教えてもらった後にそのトレーナーさんが、うん、一応帰りにあの受付のとこで何番って言ってもらったらそれでお金あれできますって言ってあお金しっかりいるんやとそれはまあな、うん、それシステムやからな、うん、ほんで それからその人行くたびにいてはんねんけど、うん、こうもうつこうとしはんねんあ、まあ売り上げにないやろなそうそうそうだから俺はもうあ大丈夫ですって言われへんやなかなかなあはっきり言いにくいねわかるそれ言われへんと思う知り合いのスタッフさんについてはたするからさだからちょっとちょっとなんかちょっとやってみます自分でみたいなでも教えてもらったメニュー全部覚えてるからそうやな全部それをずっとやってたやるやな、うん、それええな、そうやな俺も一回はそういうのやってみてもだいややってくれるんちゃういやスタッフいる時間決まってんねん24時間のところでさ、うん、で誰もいい時間に行ってもってな1回目でなんかすっごい常連さんみたいな人ばっかりやねんめっちゃ恥ずかしかったもんお姉さんがすっごい、うん、そう使うんやだから俺そっから言ってへんもん分からへんしな、うん、そっから言ってへんの恥ずかしいまあなバカにされてんちゃうから変なとこな足突っ込んどったであいつあれ何の運動部だってほらほらってん確かにな何も聞かへんなんかしょってるだけだこれで聞いてんのかな
で重さ変えてみたらさ、うん、全然上がらへんです重すぎて、ね、こんなに変えるもん確かに分からへんと思う。6回ぐらいした、6回ぐらいしてたまた走ったほんまに分からへんよな。初めてだから張り切って40分ぐらい走ってもらったまあね、いろいろやり方ありますから、うん、気をつけてください、はい、本当。もう一枚いきますか。ライアンです、よろしくお願いします。いやね、この間ね、ちょっと、ね、DVD 借りに行ったんですよ、うん、ね、あのタイタニック借りたんです、うん、で家帰ってみたら踊る大捜査線入っててんよ、これ。明日文句言いに行きたいから、うん、ちょっと練習させてや、うん、お前ビデオの店員やってや、はいはい、これ文句言いに行くから、はいはい、頼むわな、はい、ウィン、いらっしゃいませ。あ、すみません、はい、あ、ね、突き当たって左が、うん、あのアダルトコーナーです。違う何言ってんの。あれ今日でしたっけ。何が来週ちゃいました。何がサイン会ですよね。何のAV 男優の方ですよ。なんでやねん、何と間違ってんねん。調子の女の人と組まされる人ですよ。私やろか、舐めてんのかお前。違うな、お前さっきな、ここでタイタニック借りてん、はい、家帰ったら踊る大捜査線入っとってん。お前どらなっとんねん、これ。お前ああ、クレーマー。なんでやねん、お前何だろ、車やねん。そんなミスね、一回もしたことないんですよ。したことないかもしれんけど、実際間違ってんの見てんねん、お前。まあ、確かにうちの DVD ですね。やろが、レシートあります。中入っとるかな、お前。まあ、確かにうちのレシートですね。これレシート以外何か証明できるもんあります、ね。どんだけ疑うの、お前。十分やろ、それで、お前。確かにうちの DVD、うちのレシートなんで、これも言い訳できないですね。これも完全に、64でうちが悪いですわ。なんで俺4悪いねん。お互い気ぃつけましょうね。何言うてんねん、お前。10-0 やろか、お前。タイタニックに帰ろよ、お前。ちょっともうタイタニックが貸し出し中になってしまいまして、すみません。なんかめっちゃ見たかったのに、お前。すみません、ちょっとね、あの、まあ、それ以外にもね、当店結構マニアックな DVD あるんですよ。そう、あ、私、あの、オーナー兼店長のツタミノルと申します。ツタミノル、はい、これ、あの、DVD ショップ、ツタヤンの、まあ、店長なんですけど。ツタヤン、はい、ツタヤンにめっちゃ似てるね、お前。そうですか。そこでめっちゃ似てるやんか。私が自費出版で出してるね、DVD あるんですよ。もしよかったらマニアックはそっちの方どうですか。お前 DVD 出してんの。はい。え、なんで出してるんですけど。マジでそっちの方が合うんちゃうかな、うん、どんなんあんの。こんなんどうですか。えスタミノルが今教える、うん、レイアップシュート初級編。イラ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 イ。バスケやってたんですよ。なんでお前に教えてもらうの。中にバスケやってます。いや、いらんから。イライラ。じゃあ私が初めて出した DVD あるんですけど。なんやねん。スタミノルファースト DVD、うん、ミノル。ミノル、うん、これ私が水着で岩場登ってたりとか、うん、ソフトクリーム食べてたり、うんうん、バナナ握りしめてるやつなんですよ。グラビアアイドルやん、それ。着エロっすかね。え、着エロ。もう着エロやってた。まあ走りですけども。何こいつ。やってまして。もちろん、お前、はい、もうロッキーとかでええわ、もう。あ、ロッキーで。じゃあちょっともう一回レシート出しますんで、少々お待ちください。早よしてやん、ほんまに。してるやん。何やお前。何やお前。何やお前。何こいつ。今してるやん。何やお前。喧嘩ってるやん。何早よしてやん、お前。すいません、お客様、あのポイントカードなんですけども、ちょっと当店の店やったんで、いっぱい押しときますね。頼むわ、ほんまに。ご満タンになりましたら、何かしらの中型券差し上げますんで。いらん。いらんよ。何の中型券。おそらく雑誌になると思う。絶対いらんよ。いらんから。あの注射だけすぐ行ってあげてください。どんな買い方してんの、お前。あとあのお風呂だけすぐ入れてあげてください。もう飛び切り臭いんで。ちょっと待てよ。俺それじゃ許されへんねん。何こいつ、ほんまに。お客さん、こちらね、ダイレクトメッセージの申し込み用紙なんですけど、こちらにアドレスをちょっと書いていただいて。いらん。もう俺新作情報とかそんなにいらんねん、俺な。あ、そんな送らないです。暇な時に私がカラメールするだけなんで。何してんの、お前。何してんの、お前。あと後日、あの出会い系からのメールが届くと思うんですけど。売ってるやん。メアド売ってるやん、お前。何なんこいつ。そっちもやらしてもってます。何してんねん、お前。やかめしてよ、お前。あよせよ、お前。じゃあこちら、ツタミノルファースト DVD ミノルです。おいわ、どうもありがとうございました。お願いします。何がおかしいですか。何もおかしいですよ、もうあれだ、そう。ね。なんか出てるじゃん。何も出てないです、大体。ね、はい。まあまあ、あのね、もう大人じゃないですか、うん、僕たちもね。そうですね、はいはい。で、やっぱ大人だとね、やっぱニュースとかよく見るんですよ。まあ確かにね。うん、はい。で、やっぱニュース番組とか見てたらね、はいはい、俺も一回ね、ちょっとニュース番組やりたいなと思って。お、はいはい、僕メインで。それは無理やって、お前。なんでよ。むちゃくちゃ難しいねで。分かってるよ。やってる人とかものすごく頭いいやで、お前。うん、古田千一郎さんとか、元アナウンサーやし、美濃もんたさんも元アナウンサーやがな、お前。うん、で、筑紫哲也さんおるやんけ。あの、すごい人やで、お前。分かってる、全部分かってるよ。だから筑紫哲也さんあれでしょ、うん、あれ元 NBA 選手でしょ。違うわお前、ね、NBA 選手なわけないやろかお前。ブルーズで見たけど、ね、ダンクショットするわけないやろあの人が。お前、いや、ガードやったからダンク。違うわお前、何言っとるんだお前は。とりあえず俺やりたい。ね、そうな、俺が全部仕切っていく。あ、そう、うん、やってみるか。うん、やったらいいやん。ほんなら俺、スポーツコーナー担当するわな。ほんでニュース終わりでスポーツに振るとこあるやんか、うん、あ、ここものすごくかっこいいから、あ、こうやってみよう、まあ、ね、あ、かっこいいな。そうそうそう。先ほどお伝えしました銀行強盗犯は今なお逃走中です。続きましてスポーツ津田さんです。まずはオシムジャパンの速報です。強豪イタリアと対戦したオシムジャパンですが。イタリアとですか。はい、あ、イタリアというのはね、やっぱり強豪なチームですから、はいはい、今日の試合の結果が楽しみです、
強豪イタリアと対戦したオシムジャパンです。イタリアといえばね、あの前にジダン選手が頭突きしたね、はい、事件を思い出してしまいますけども、はい、今日の試合ではそのようなことがなかったっていうのを期待します。強豪イタリアと対戦したオシムジャパンです。オシム監督、喋らせよ、ね、結果言わせよ、お前。オシム監督というのはもうおじいちゃんなのに体が大きすぎて少し引いてしまいます、ね、でかいけどもやな。ニュースの途中で言うわけないやろ、そんなことよ、お前。絡みとかあんのよ。おかしいやろ、お前。ちゃんと振るや、お前な。続きまして、スポーツ津田さんです。はい、まずはオシムジャパンの速報です。強豪速報です。強豪イタリアと対戦したオシムジャパン、俺俺俺俺、惜しくも敗れてしまいました。次回のオシムジャパンに期待したいと思いますね。続きましてプロ野球です。じゃあな、今日の対戦カード、まずは巨人対阪神。阪神初回金本のホームランで先制、しかし6回巨人の猛攻に遭い6対0で敗れてしまいました。続きましてパ・リーグです。西武対ロッテ、こちらの試合はですね、なんで来た酒場やねん、お前。今日おかしいやろ、今日がなかった場合は合わしていけや、お前が。チンプレーみたいになるやないか、お前よ。知らんがな、ちゃんとやるよ、お前。続きやっとんねん。ええよ、お前。一応スポーツ終わってまうけども、スポーツ朝さんでした、ありがとうございました。続きまして、この1週間の芸能情報をお伝えする芸能フラッシュ。まずは、残念なニュースが舞い込んでまいりました。渡る世間は鬼ばかりなどが有名な作家の橋田壽賀子さん、橋田壽賀子さんの、ドーピングが発覚しました。ドーピング、なんでしたん、ドーピング。関係者によりますと、最近ひどく悩んでいて、指がムキムキになっていたということですね。むっちゃ早く来たかった、そんなとこドーピングしたん。芸能フラッシュは以上です。終わりかよ、お前。 CM の後は今日の特集、今話題のあの人、茶碗蒸し二郎さんに密着です。誰やねんそれ。誰やねん、チャームジジローってお前よ。いや、マルチタレントや。聞いたことない。レポーターとか行く、いろんなことやるって。ちゃんとやれよ、お前。ちゃんとやってるよ、お前うるさいだけや。ほな、お前、チャームジジローやめられん、お前。おかしいから。なんでお前が決めんねん、やめて。俺も言うてもうてんねん。CM の後、チャームジジローさんの密着で言うてもうてるやん。ここでやめたら、もう抗議も殺到するやん。どんだけマジでやんねん、お前。V の用意もできてんねやから。ええ、ほんのやれよ、お前。V よりから。V よりスタジオから。オッケーオッケー。なるほどね。今日はまあ茶碗蒸し二郎さんのね素顔に密着したわけですけども、今日は特別に、ゲストコメンテーターの方をお招きしております。この方は茶碗蒸し二郎さんと普段から親交が深いという早稲田大学助教授、土瓶蒸し二郎さんです。どうぞよろしくお願いします。今日はまあ茶碗蒸し二郎さんのね素顔にまあ密着したわけですけども、あ、こんな一面もあったのか、あ、逆にこんなに可愛らしい素顔もあったのか、こんなにも家族を大事にする人なのかと思ってね、私もちょっと VTR に引き込まれてしまったわけですけども、茶碗蒸し二郎さんに魅了され続ける人々、そして人々は一体茶碗蒸し二郎さんに一体何を見たのか、それが今日ほんの少し分かったような気がします。以上、今日の特集でした。俺はやお前、飛び虫はおいおい、どうしたらええねん俺、お前。続きまして津田さんのお天波です。お天気やって、もうええわ、どうもでした。đêm nay lặng thành phố khuya vắng lạ, ánh đèn mờ nhạt bóng hiện ai xa, tiếng gió thì thầm nhói lòng vắng giá, nhớ thương lặng lẽ trôi trong bóng đêm, góc phố tình nghịch lẽ lôi bước chân.Ánh mắt chờ mong lạnh giá từng đêm, tìm lại kỷ niệm chợt tan theo sương. Nơi đâu vòng tay, nơi đâu yêu thương. Đêm buồn lo mang từng giọt lệ, rơi nhẹ xuống hút sâu vào tim. Lời yêu.Vẫn khẽ nói, nhưng sao giờ này chỉ còn xa xôi. Mưa rơi tí tách, trăng mờ khuất xa. Bước đi vô vọng lòng đau thiết tha. Giọt sầu đêm dài, mong chờ ngày mai. Khi ánh dương lên xua tan khổ đau.Bóng đêm dần trôi tâm tư nhẹ nhàng, giấc mơ tan biến trôi theo ngàn sao. Dẫu cho xa cách yêu thương vẫn đầy, tiếng yêu từ đây giữ mãi hôm nay.
chỉ còn xa xôi. Đêm buồn mơ mang từng giọt lệ rơi nhẹ xuống hút sâu vào tim. Lời yêu vẫn đó, môi vẫn khẽ nói, nhưng sao giờ này chỉ còn xa xôi. Giờ này chỉ còn xa xôi.